ファイナルファンタジー14オンライン10周年おめでとうございます。10周年でございます。 10年か。まあ MMORPG ですからね、長くやるっていうのはもちろんそうだと思うんですけど、まあ10年いろいろありましたけどね、やっぱりでも10年続かせるっていうのはやっぱすごいですね。他にもまあドラクエ10だったり、そう FF のね11とかももちろん続いてはいますけども、うん、さらにどんどんこう盛り上がっていって、しかも10周年記念で花火大会やるって聞いたことないよ。どんな MMORPG ですか。なんで花火大会やっちゃったかな。ドラクエ10はもうだ20年とかだもんね。うん、あ、じゃあ、ドラクエ10は20年じゃないのか。11が20年だっけ。20年ぐらいだよね。うん、そうそう、だからドラクエ10もそのぐらいに近い感じだし、うん、そうすごいよね。あ、そうですね、花火大会、あの大阪でやった花火大会、この間のねのアーカイブ、普通にその動画というか、うん、で見れるやつ、チケット購入するやつかな、うん、アーカイブの期間がねちょっと延長になったということで、あの皆さんぜひ見ていただければ。11は21年はぁ、ドラクエ10が11年、すごいなぁ、そう考えるとね。でもね、日本のこの MMORPG で世界で戦っていけるっていうこの、うん、のをずっと作り続けてるっていう14もまた、まあすごいね。あのなんつうのかな、まあ、既存のシステムはもちろんあるにしてもさ、そのシナリオだったりとか、そのな新しいその ID だったりとかさ、 ID っていうかあれか、万神戦だったりとか、そういうのとかのさ、戦闘のギミックとかをさ考えるのは尋常じゃないその労力じゃないですか、結局。うん、コナンのさ、名探偵コナンの作者のさ青山さんがさ、なんだろう、殺人のトリック自体は別に考えられるんだけど、未だに。だけどその殺人する動機がもうネタがねえっつって言ってるんだよね。うん、トリック自体はあるんだけど、そうなんでその人が殺人に至るっていうその動機の部分を考えても考えてもネタがないっつって、うん、そう。たまにやばい動機あるだ、そういうことなんだよね。うん、だから長くやればやるほど、あれもすごいね、30年とかやってるわけだから、うん、ネタ切れになっていってしまうからね。うん、そうそうそう、そう考えるとね、だからなんか14で新しい版新だとか出てさ、知らないギミックっていうかさ、こういうギミックできたかとか、たまに一本橋があって奈落が待ってたりするのもあったりするけど、うん、ID とかでね、うん、そう、だからそれをね、いや、やり続けるのってやっぱ、まあもちろんその開発のメンバーっていうのがねどんどん増えてくって、新しい人も入れてっていうので、そのアイデアの部分っていうのもだんだんね違う流れっていうのを作っていくっていうのは間違いないけどさ、うん、いや、そう考えるとやっぱすごいよなって。うん、そのなんと単発のそのね CS で売ってみたいなのも、 CS だけじゃないけど PC とかもそうだけど、売り切りのね普通のそれこそまあ16だったりもそうだけどっていうのだったらさ、別にさ、まあ、DLC 多少はあったとしてもプラスがあったとしても、うん、そう、その辺は別にもう次のタイトルの話になるから、ギミックがどうとかってことはないけどさ、 MMO とかになってくるとどうしてもね続いてる流れの中で新しいのを入れていかなきゃいけないから、そう、うん、そこが、まあ、すげえよなーって、うん、本当にそこは思いますね。うん、ゴルゴ13みたいに分業制にして同期考える人をやっとして、でもそういうのあるよね、長く続いてるからこそのってやつね。
いやーちょっと恐ろしいですね。まあ もっとねその20年を迎えられるようにって言って吉田さんそして14チームが作っていってるものなので、果たしてもう逆にあと10年後にはどうなっているんだろう。10年後には江戸さんは息をしているのかもう今日すでに息してないんだけどさあんまりはい、まあまあそんな感じになっておりますけれども、10周年とりあえず10周年記念ということで、はい、今日は、新生祭、周年記念なので新生祭っていうのは必ずありますけれども、10周年の新生祭またなんか評判になってる、評価が高いっていう、ものらしいので、ちょっとまあそれをちょっと追っていきたいなと思います。はい、なので一緒にやれる方は、一緒にやりましょう。よろしくお願いいたします。はい、吉田さんが定年迎えちゃったらどうしよう。え、今ってさサラリーマンの定年って何歳？俺あんまり一応会社だけど これさうん、役員に定年ってあるのかい。一応60歳、65歳、65になりつつある。メディアは60歳。はあ、なるほど。まあ、会社によってそこのあれがちょっと違ったりするか。だいたい65ぐらいか。ちなみにさ俺ってさどうなんのあれ俺それってどうなってんだろう。社長じゃん。で、兼タレントじゃん。で、もし65になったとして、65まで俺が生きてたとして、その時は別に自分で決めればいいだけか。それ、だ死ぬまで一応やることはできんのか、俺は。まあ、個人経営っていう、個人経営っていうか、まあ、一応株式会社だけど、まあ、役員俺しかいないみたいな感じだけどさ。そうそう、自営業になるのこれわかんない。一応株式会社なんだけどね。だから俺が 100% 株持ってるだけなんだけど、だから俺の決定が役員決定なんだけどさ、そういう意味ではね。そうだからやれる限りはやる予定なんだけど、やっぱこのねおっさんたちの憩いの場を潰すわけにはいかないから、できる限りやりますけど。そうそうそう、そういうことだよね。定年迎えたのに、これ何属なんたらとして居座っているムカつく上司がいます。知らんがな何それ食卓って読むのそれ。は、え、居座るとかができんだ。そんなのあんだ。え、俺初めて聞いたそれ。食卓はよくあるの。へえ、そうなんだ。ニコニコでもありますねって言ってるわ。うちにもいる。何それ。おい、大丈夫かよ。日本の会社腐ってるか腐ってんのか。そう、俺も結局さ社会人としてっていうさあれはさ、まあ社長運転手とかやってたから一応会社のそういう一応ちゃんとした会社のとこにね、アルバイトではあったけど、ね、入ったりはしてたけど、普通の会社で働くっていうのはやってないからね。で結局自分が社長になっちゃったからさ。そうそう、うちもいる。自分はアルバイトだって言い張って好き勝手やって。え、なにそれさ、これ何の話してんだよ14の頭で話す話じゃないよねこれね。お祝い10周年だっすよね。社会の、会社員の辛い話コーナーみたいになっちゃってんだけどさ。あ、そうか、吉田さんの定年の話だから、そうか。あ、まあ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 、そうね。でも吉田さんもさ、わかんないけど、あの人はほらゲームが好きでさ、ゲーム作るのも好きでっていうのをさ、ほら、質問の時にも言ってたじゃん。その、なんつうの仕事とプライベートのその切り替えとかをどうしてるんですかっていう質問に対してさ、自分という意味ではないっつったじゃん、それが。仕事とプライベートも一緒だと。作ってるのが、ゲームを作ってるのが
もう自分のプライベートだし仕事だしっていうさ、うん、だからそう考えるとさ、もう生涯現役みたいなさ、うん、そう、あ、小島監督もそうか、生涯現役っつってんのか、うん、そういうことだね。あ、取締役だから定年も通常と違う可能性あるか。あ、なるほどなるほど、そういうことだ、うん、なるほどね。なんかやっぱ会社のそういうねシステムというか、まあ小島監督もまあ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 そうだね、うん、でなんかやっぱ、まあ、どの業界もそうだけど、やっぱ若い人たちがどこまでこうね台頭してくるかっていうのでいろいろ変わると思うんで、そう、今のこの若い人たちがゲーム作りに対してどこまでこう情熱持ってねできるかっていうところだよね、うん、そう、新人発掘みたいなところ、まあそういったうちもそうなんかないけどさ、うん、なかなか厳しい、ね、世の中ではあるから、今はね、いろいろ税金も上がってとかもそうだしさ、うん、そうそうそう、吉田さんの後継者ってなかなか後継者っていう言い方するとまた違うかんないしね、うん、そうそう、ああ、そうか、宮本さんもそうか、70歳だけど、なるほどね、ああ、そこら辺の話長くなるわよって、疲労回復してるんです今腕の疲労回復してるんですよ私今、うん、割とよ割とよ今わしの腕は正直ね、いや一応持ってますけどね、できますけどね、痛いですね、この辺痛いですね、うん、そうそうそう、あ、そうか、申請祭は高うがないから、なるほどね、そっか、真夏のあのね、うん、コスタデロソのあれをやんないければ大丈夫、確かにそう、アクション要素はそんなないから大丈夫かな、うん、なるほどなるほど、はい、まあ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 、そういう感じなので、どういう感じかよくわかんないけど、14の方ですね、今日は新生祭をとりあえずやりたい、まあちょっとルイゾワ様のなんとかみたいなのがって言っているから、そこはまあそこも一緒にやるのかなっていうところですね、うん、はい、うん、どんな感じになっているのか乞うご期待でございます。一緒にやれるから一緒にやりましょう、お願いいたします。それではゲーム画面いきましょう、よろしくお願いします。はい、まあ、アーリーマン大好きって言ってるエドさんなんで、アーリーマンに乗ってるヒーロー。あれですね、これはだから、バックボーン的には、敵として出てきたアーリーマンを、まあ、倒して、でも、とどめを刺さなかったんですね、このレッドは。うん。で、これにとどめを刺さないのか、お前は。一体なんでだみたいな話になって、そう、それで、そう、無駄な殺生はせんって言って、うん、貴様にも、人を襲う理由もあったのだろうみたいな話をして、だが、うん、被害は出ていない、うん、ならばお前を殺すという選択は俺にはないっていう話になって、アーリマンが、うん、それでお前は俺が会ってきた人間の中では一番意味がわからないぞって言って、お前のことを知るために俺はお前と共に一緒に行くって言ってついてくることになったんですね。はい、うん、でこの関係値になりました。はい、ズーン、そして、ここを見るとみんな光ってると、光ってんな。まあ、今回こうもらえるやつなんでしょうね、これね。そういうことですよね。はい。さて、一応ですね、まあ、いなかったからわかんない。多分いないのかな、大丈夫かな。うん。あ、一応まだ花火は上がって、あ、ちょうど花火上がってますね。うん。いやー、ほんと生蔵花火とか、だ東京のやつ早く見たいですね。うん。すごい。PC が吹っ飛んだっていう今 FC チャットが。
PC が吹っ飛んだっていうのは単純に壊れたなのか物理的に吹っ飛んだなのかPC ぶっ飛びました。設定はサーバーのでいいけどリテイナーの倉庫整頓を手動でやったやつの修繕ガガガつってだいぶ一大事ですね。やばいですね。あ、そうか、人によって、そうか、リテイナーの倉庫、なるほどね、並び順を自分の整頓ボタンじゃなくて並びたい、ここはここにしたいみたいなやつで並べてたのか、リテイナーの中のアイテムをね。それがそれをやり直しってなると確かにそれは一大事だわ。はっはー、まあなんかご愁傷様ですとしか言えないんだけどさ、頑張って直してもらうしかないもんね自分の。確かにね、この普通にさ、ここもさ、俺はもう整頓でしかやってないけど、うん、そう、これ何これ、リバヤさんの鏡なんだこれ、そう、うん、なんで俺これ、あれだな、オーケストリオンがとかがあるけど、これをだからもっと自分の好きな形で、うん、そうそう、あの並べてたいってことなんだろうね、うん。まあでもやっぱ整頓、俺も整頓しか使ってないな、うん、基本的には。うん、ルレ行った時のやつかなこれ、水本魔境、これなリバヤさんチェスト、リバヤさんチェスト、え、リバヤさんのやつなんか言ったっけ俺、あれ俺これなんで持ってんだ、あれ水神、これあれ、これなんあれ、なんかリバイアさんセットをなんか持ってんな、あれ俺なんだっけこれ、全然覚えてないな。まあとりあえずいいやとりあえずいいや。さて、多分頭は外しといた方がいいな、うん、頭はあれだな、まあこの髪飾りをつけておく、これ、あ、エキサイトアイマスクちょうどいいんじゃないこれ、うん、これちょうどいいんじゃない？ほら、顔、表情も見れるしね。うん。アーリマンさ、アーリマンの羽ばたきってさ、完全に当たってんのよね。当ててんのよね、これね。すっげえ痛いんだろうな。乗ってるとバチ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 って必ず当たんじゃん、これ。すげえ当たってんな。で、本人はちょっと 目のさ、まぶたがぐぬぬってなってるしさ、うん、今日コウモリがいましたね、うん、なんか最近毎日夜コウモリ見るな、うん、寝てんな、超寝てんな。あれ、これなんだっけ、これ何、あれ、俺これ見たことないかも、これ何のやつ？あ、バリアントダンジョンのやつなんだこれ。六根線、あー、はい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 、新しめのやつね、これがそれなんだ、ははー、結構じゃあレアなのか、だってあの撮ってる人いないもんね、全然いないもんね、結構どこじゃないやか、もしかして、そう考えると、うん、アライアンス、ね、六根線俺はやってないよ、そもそも、うん、ズンダがいた、え、ズンダ何、これどうなってるの、ズンダじゃない、あれあれ、ズンダがいたと思った、あれ、ズンダがいなかった、あれ、どういった、あれ、あ、いや、いるな、え、ズンダどうなんだ、あー、寝てんのがズンダか、違う、あのさこのさ、名前さ、ネームプレートがさ CC になるんだよこっちに行くとな、でもズンダは上にあんだよ、名前、ネームプレートが、
だからなんかそう重なって茶音さんがなんか重なってるから分かんなかったの。なるほどね。オッケー。じゃあちょっと久しぶりにみんなもいっぱいいるので、まああの寝落ちの人もいるしね、うん、そうそう、ちょっと行きたいなと思っております。さて新生祭はあれリムサじゃない、あれ新生祭ってどこだっけ。あ、ウルダハンなのか、ウルダハか、あそこか。またステージ出てんのかな。ウルダハがやっぱ一番落ち着くわ。あ、ここか。もうすげえ出てんじゃん、すげえ出てんじゃん。10周年出ちゃってんじゃん。あ、これ違うの、これ何。あ、トームストーンの取引なんだ。これモグコレか。あー、モグコレ集会のやつね。ハイタッチ、サムガルとか、アスガル持ってないもん、うん、本気はあるけど。モグコレなのか。あ、カムイの魔敵とか。あ、いっぱいもらえますね。今回のモグコレは何なんだ、なんかで回すっていうのなんか見たの、忘れちゃった。うん、なんだっけ。あ、ここか。キビジャッキー、あー、キピさんか。じゃあちょっと行きたいと思います。とある、姉妹と新生祭、ルビーロード国際 EC 市場のキピジャッキャ、ジャッキャじゃねえな、ジャッキヤは何やら困っているよ。いつも困ってんな。あら、あなたは冒険者の NGC さん？なんて偶然、久しぶり。週刊レイブン、レイブン？え、お前もレイブンか。え、マジか。ルビコンか。記者のキビジャッキやよ。こんな時に会えるなんて幸運だわ。ちょっと困っていたところで、なんだ、あれか、傭兵部隊のあれに生かされるか。うん。いきなりでごめんなさい。少し話を聞いてもらえないかな。実はちょっと前に弟から手紙が届いたのよ。新生祭の期間中にウルダハで会おうって内容で。ところがあの子ったら約束の時間を過ぎても全然現れないの。それあれですね、あのガンズなんとかに、ガンズ8あたりにやられてないですかね、途中で。うん、心当たりを探しても見つからなくて、さすがに何かあったんじゃないかと胸騒ぎがしてきたのよね。よければ捜索を手伝ってほしいんだけど、お願いできるかしら。もうそこに行ったら絶対 AC と戦うぜお前。それ残骸んとこ行ったら絶対 AC と戦うぜ。ありがとう、本当に助かるわ。もしくは大型ヘリ。弟の名前はナギア・ジャッキャ、ジャッキア。年は16と少しで、髪色は私と似てて背も同じくらい。小さな頃から憧れてた冒険者に最近なったばかりよ。そうだわ、あなたも冒険者なら同業者として何か知ってたりしない。その名前に覚えはない、知らない、覚えはない。うん、うん、そうよね。街で見つからないってことは何かの用事で外に出てるのかしら。だとしたら、そうね、ナギがどこかへ行ってる前提で手分けして情報を集めましょうか。私はクイックサンドに行ってくるから、あなたはこの辺りで冒険者と関わりの深そうな人に話を聞いてみてもらえる？え、俺前にやってない？新生祭前のやってないってこと？9周年の時に？やってないのかな？何か分かったらクイックサンド、はい。
去年のあれだよね、8月下旬か。腕はもげてます。あ、マジで？じゃあやってないのかな。ミッドランダーの新制裁実行委員の人、お団子の人だ。あら、あなたは冒険者の方でしょうか。どうかなさいました。なるほど、冒険者のナギさんを探していらっしゃると。でしたらちょうど違法の詩人さんがその方に新制裁に関わる重要なお仕事を頼んでいたはず。詳しいことが知りたいなら違法の詩人さんにお尋ねください。あ、ただ私あの方の居場所までは存じませんので、お手数ですが探してみていただければと思います。ああ、ちょうどそっか、行月クライマックス、確かにそうかもしれないな。そん時そうだね。それでもうなんかいっぱいいっぱいでなんか申請祭とかやってなかったもんね。な、それはそうかもしれん。で、とりあえずこっち行けってことかな。確かにクリアしてたわ。で、ハイランダーの冒険者。おや、私に何か用かい？ナギって元気のいい巫女っての子？今どこにいるか知らないけど、少し前に会ったよ。確か何かの輸送を請け負ったとか言ってたっけ。あの子、人付き合いが悪いってわけでもなさそうなのに、なぜか仕事になると仲間と組みたがらないんだ。近頃は街道に野党が増えてるらしいし、ちょっと心配だよね。ほほう。あとどこ？違う。ああ、いた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 。ブランさん。よ。おや、冒険者の方っすかね。情報誌ハーバーヘルラドのヘルラドじゃねえ。ハーバーヘルラドのベテラン記者ブランに何かご用っすか？はは、人探しを。申し訳ないんですが、自分その方のことは知らないっすね。さっきまで新制裁の取材で違法の詩人さんと話してましたし、あの人新制裁では講演やら何やらやってらっしゃるんですが、今回もまた変わった企画を立ててるみたいなんすよ。確かレターツリーとかいう。あ、もし興味がおありでしたら、あなたも違法じゃねえ、あなたも詩人さんと話してみてはどうでしょう。違法ではないね。違法だけど違法じゃない、ね、ただ多分まだザル回廊のゴールドコートにいると思うっすよ。なるほど。どうやらナギは新制裁関連の依頼を受け負ったようだ。ザル回廊のゴールドコートにいる依頼主、違法の詩人に詳しい話を聞いてみよう。違法の詩人さんのとこに行くわけですね。うん。お、明らかにいますね。これは、あ、いつもの違法の詩人さんですね。ゴーグルのね。いやあ、君は久しぶりだね。まさかここで会えるとは思わなかった。今日はどうしたんだい？うん、なるほど。お姉さんに頼まれてナギ君を探していたと。確かに彼には仕事を頼んだし、居所には心当たりがあるよ。順を追って説明させてもらおうか。神聖祭とは第七霊祭の犠牲を痛みじゃなくて、やべ、忘れちゃった慈しみじゃなくて痛みで合ってんのか、痛みか、犠牲を痛み、明日への思いを新たにする祝祭のこと。その一環で今回はレターツリーというものを企画していてね。霊祭後の今を生きる誰かから別の誰かへの感謝や激励、そうした思いを匿名の手紙として広く募り、ここに飾って新制祭の来場者に自由に読んでもらおうと思っているんだ。ほほう。そして何木君にはレターツリー用の手紙を回収して輸送するチョコボキャリッジの護衛を頼んでいるところなのさ。実は少し前、ナギ君からリンクパール通信で
国営森での回収を終えて帰路に着くと報告があってね、ブラックブラッシュ停留所を経由して戻るとの話だった。確かに本来であればもう到着していてもいい頃合いではある。手間をかける形になってしまうが、彼の依頼主として僕からも捜索を頼んでいいだろうか。もちろん。僕がここを動くわけにはいかないからありがたいよ。彼に何かあったとしたら、ブラックブラッシュ停留所付近、キピさんにもそう伝えてあげてくれるかな。わかりました。あ、ここにね、手紙を貼っていくのね。貼っていくっていうか、吊るすのかな。はーい、行きまーす。襲われてるんですね。トゥ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 なんだけど、すぐこの音楽に変わるんですね。キピさん、もしかしたらやべえかもしれないですけど、多分大丈夫だと思います。おかえりなさい。ナギについて何か聞けたかしら。ちょっとなんかブラックブラッシュの方らしいです。なるほど、違法の詩人さんから輸送の護衛を受け負ったというのね。それならひとまず最後の連絡で話に上がっていたブラックブラッシュ停留所に向かってみましょう。何かわかるかもしれないわ。あ、キピさんも来るんだ。はい、じゃあブラックブラッシュ中央ザナラマン。で、あ、いや、もうすぐここにいた。キピさん、あ、来てくれたのね。ちょうど今この人が何か見たって。ほう、何かを見た。 あんた冒険者か。よかった。実はついさっきクラッチスキマって呼んじゃったクラッチ狭間を通りがかった時、スキマ女かな、キャリッジが盗賊に襲われてるのが、やだな、クラッチスキマっていう地名なんかやだな。見えたんだよ、奴らこの近くを縄張りにしているキブロン家の連中に違いねえ。常に集団で人を襲う悪党どもだ。なのに護衛は若えの一人でよ、今にもやられちまいそうだったんで、あんた助けに行ってやってくれねえか。大変、それきっとナギだわ。すぐに現地へ行ってみましょう。了解した。え、やべえ、タルタルに襲われてる。タルタルに襲われてる。くそ、次から次へと。しぶといガキめ、だがここまでだ。ちょっとあんたたち、それ以上うちの弟に手出してみなさい。ボッコボコにするわよ。このめちゃくちゃに強い冒険者さんがね。完全にヒーロー来たからね。繋がってますね、ヒーロー。うん、任せなさい。フェニックスヒーローが、ちっ、あの威圧感ただものじゃねえ。ガキに手間取りすぎたな。引くぞ。お、ひげをわきまえてる。ちゃんとしてるぞ、お前ら。引き際をわきまえてるリーダーは、あれですよ、強いですよ。なぎ、あんた、怪我は？動ける？大丈夫？うん、姉ちゃん、久しぶり。心配かけてごめん。そこまでひどくやられてはいないから大丈夫だよ。それならいいけど、後でちゃんと手当てはするのよ、するわよ。わかった。あ、それとあんたは同業の人だよな。違くね？どう見ても同業には見えないんだけど、まあ凪の中では同業に見えるんだな。うん、助けてくれて本当にありがとう。よかったら名前を聞いてもいいかな。フェニックスヒーロー、エドサンマン。
フェニックスヒーロー江戸三番か。凄みだけで俗を退けるなんてそうそうできることじゃない。きっと腕の立つ冒険者なんだろうな。それに比べて俺はまだまだ全然ダメだ。もっと力をつけて一人で戦えるようにならなくちゃ。でないと姉ちゃんに認められるなんて。私に？そうだ、こうしてる場合じゃないや。俺、旅商でいいのかな、旅商のブレモンデさんと新生採用の荷を運んでてさ、この後納品と報告をしなきゃならないんだよ。慌ただしくて悪いけど、なるべく早くウルダハに戻らないと。それならご挨拶もしたいし、私たちも違法の詩人さんのところに行きましょうか。クポじゃねえや。クエーだ。うん。内容が変わるのね。なるほどね。全然かぶって見えないけど。キビさん。NGC さん、助けてくれてありがとう。ナギが無事で安心したわ。でもさっき小さく聞こえたあの子の言葉、ちょっと気になるのよね。詩人さん。うん。やあ、君たちお帰り。ナギ君も無事だったようで何よりだ。実行委員から手紙も無事届いたと聞いている。おかげでレターツリーの準備を進められるよ。本当によくやってくれた。遅くなってすみません。実は ということがあったんです。江戸三万が助けてくれなきゃ、手紙も予想の人も無事じゃなかったと思います。俺は全く力になれなかった。なるほど、そんなことが。依頼主として僕からも礼を言わせてくれ。彼らを助けてくれてどうもありがとう。ヒーローですから。しかしナギ君、君だって何もしなかったわけじゃないだろ。助けが来るまで手紙や予想の人を守り通したんだから、そんなに自分を卑下することでもないさ。いや、江戸三万は一人で多勢の野党を追い払ったんだ。それも睨むだけで。この人に比べたら俺はまだまだ半人前だ。誰にも頼らず、どんな問題も自分だけで解決できなきゃ、とても立派な冒険者だなんて言えないよ。誰にも頼らず。ねえナギ、あんたもしかしてこれまで仲間を頼らず単独で冒険者の仕事をしてきたの？危険が伴う場所にもたった一人で？ああ、人に頼らず生きられるのが一人前の冒険者だろ。俺は姉ちゃんに認められるような冒険者になりたい。だからどんな依頼も一人でやるってそう決めたんだ。そう、それならナギ、姉ちゃんはあんたが冒険者を続けることに反対するわ。おばさんたちのいる村に帰って一度出直してきなさい。どうしてそうなるんだよ。冒険者になったって伝えたとき姉ちゃん喜んでたじゃないか。俺、姉ちゃんに認めてもらえるよう頑張ってきたのに、なんで今になってそんなこと。今のあんたは大きな思い違いをしているのよ。それが何なのか、あんたが思い出さない限り、私は冒険者ナギ・アジャキャを認められない。それでもナギが冒険者を続けたいのなら、私を納得させてみなさいな。自分がなぜ旅を始めようとしたのかを考えながらね。わかった。少し考えてみる。なるほど。
そういう感じなんですね。冒険者としてどういうふうにこうやるべきか、まあ、ちなみに俺は一番最初の選択肢はあの金儲けのためっていうやつだったんで、うん、だから金儲けをするために冒険者をしてましたね、うん、冒険者についての思い違い、つまりキピさんはナギ君にとっての冒険者とはを解いているのかな。非常に興味深い。君ならどう答えるのだろうか。お金でしたお金でした。キピさん、ジャッキ屋さん、あ、NGC さん、ごめんなさい。妙なことになっちゃって、きっと驚かせたわよね。ああは言ったけど、私としては弟を応援してるし、ちゃんと仕事をしているあの子を認めてもいるのよ。でも今のままじゃきっと、運が悪ければすぐに死んでしまう。そうじゃなくても、いずれ凪自身が辛くなるわ。だから、ちょっとした荒療治が必要だと思ったってわけ。そもそもあの子、口を開けば姉ちゃん、姉ちゃんと、私に認められるだとか、誰と比べてどうなんて気にせず、自由に旅すればいいのに、まったくもう。ああ、なるほどね。まあ、姉ちゃん、姉ちゃんってちょっとなっちゃったのが、あれでしたね。姉ちゃんに認められたくてしょうがなかったですね。じゃあ、次いきます。神聖祭と旅の理由、冒険者に頼みたいことがあるようだ。ねえ、NGC さん。正直、私はあの子が自分で選んだ道なら、一人で進もうとすることも認めたいと思うのよ。だって、凪の冒険は、凪のものだもの。私が横からとやかく言うことじゃきっとないけど、もしも姉に認められるようにこうでなきゃなんて思いがあの子自身の未来を押し込めているのなら、そんな呪いはさっさと解かなきゃいけないわ。だから妙なお願いでごめんなさい。凪が自分の答えを見つけるまでどうか近くで見守ってあげてくれないかしら。あ、僕からも頼むよ。駆け出しの頃に命を落とす冒険者は少なくないし、単独行動にこだわるのであれば危険はその分増すだろう。新たな冒険者がそんな道へ進むのをただ見ているのは僕としても望むところではないからね。同じ冒険者として彼の話を聞き導いてほしいんだ。うん、なるほどね。ありがとう。本当に助かるわ。それじゃ、この件に関わる大事な用事があるから、私は裁縫師ギルドに行ってくるわね。ちょっと時間がかかるかもしれないから、また後でね。うん、なるほど。確か凪くんは北東の通路へ歩いて行ったね。となると、サファイアアベニュー国際市場にいるのかもしれない。どうか彼のこと、よろしく頼むよ。んーでーでー、サファイアアベニューの方ですね。次行きましょう。あ、こちら。一人で冒険するからな。わしもやるからな。なぎなあ、しょうがないもんな。一人でやりたいんじゃろ。一人でやるのが一人前かって言われるとまたそれは別問題だけどな。さあ、なぎさんいました。あれ、江戸さんまなんでここに。どうかしたのかい。姉貴たちに頼まれて。あ、そっか。なんだかごめん。本当は俺が姉貴を納得させないといけないのにさ。けど相談相手がいるのは心強いよ。今ちょうど姉貴に言われたように自分がなんで冒険者になろうとしたのかを考えてたんだ。うちは俺が10歳になる頃にはもう両親ともいなくてさ、すでに働いていた姉貴が親代わりだったんだよ。姉貴は記者の仕事柄いろんな場所で取材することが多かった。俺はそんな姉貴から冒険者の話を聞いて自由な彼らに憧れたんだよな。ただ
第七零歳当時は多くの事件が起きていたから、姉貴はエオロゼアに迫る危機の大きさを知って俺を連れ、おばがいる辺境の村に避難した。今だからこそ明るい話題を提供しないとが口癖だったし、本当は姉貴グリダニアに残りたかったんだと思うんだ。それでも避難を決めたのはガキだった俺のためだろう。だから俺もう心配ないって姉貴に認められたいんだ。そのためには誰にも頼ることなく、どんな依頼も自分の力だけで成し遂げられないと。それでこそ一人前の冒険者だろ。こう考えることも何が悪いのかな。こんな時はいっそ冒険者らしく情報収集と行こうか。冒険者をよく知る人、それも冒険者そのものじゃなく姉貴みたいに外から冒険者を見てきたような人にさ。ウルダハで最も冒険者を見てきた人っていうと誰だろう。冒険者ギルドの顔役とか町の情報屋とか冒険者の関わりの深い紹介とか、いやーやっぱり顔役じゃないですか。あ、モモディさんだよな。俺も同じこと考えてた。ギルドの顔役として誰よりも冒険者と接してきたあの人なら、もしかしたら何かヒントをくれるかも。よし、そうとなったら善は急げだ。早速行ってみよう。モモディさんはまあね、何人の冒険者を見てきたかわかんないレベルですからね。モモディさん、久しぶりです。こっちじゃないですこっちでした。あ、違う、こっちナギじゃん。モモディさんあっちにいるわと思って。冒険者登録の時はだいぶ緊張したけど、最近はよくクランペットを食べたりに食べに来たりもしてるの。クランペットってなんだっけ、そんな料理あったっけわかんねえ。バターと蜂蜜たっぷりですっげえふわふわでさ、あ、パンケーキみたいなやつって、あ、そんなこと言ってる場合じゃなかった。モモディさんに話を聞いてみないと。ロエナとか言ったらやばいね。いろいろ闇がやばいな。あら、 NGC、 それにナギも珍しい組み合わせね。今日はどうしたの。実はモモディさんに相談したいことがあってさ。人生相談ってほどじゃないんだけど、冒険者を見てきたモモディさんから見て冒険者っていろいろいると思うんですけど、とりあえず冒険者としてやっちゃ、ナギが冒険者について思い違えてること？なんだか不思議な問いかけね。あ、ごめん、自分で考えてもこんがらがるばかりで、冒険者を見てきたモモディさんなら分かったりしないかな。そうね、お姉さんがあなたに言いたいことという観点ならなんとなく分かる気がするわ。ねえナギ、あなたお姉さんに認められないからなら冒険者をやめてしまうの？誰かに評価されない限りあなたの旅に意味はないのかしら。このクイックサンドは今一瞬クロワッサンって読もうとしてた。たくさんの冒険者の旅立ちを見送ってきたわ。本当にいろんな人がいて、夢も物語も人の数だけあって、だけどね、一つだけ共通することがあるのよ。それはみんな必ず旅を始めた理由があるんだってこと。 NGC、 あなたはどうして冒険者になろうと思ったの？え？世界を旅するため。面白そうだったか、友達に誘われた、内緒。面白そうだったからかな。
面白そうだったから。あなたらしいわ、その答え大切にしてね。ナギはどう？あなた自身が冒険者になろうと思った理由はあるかしら？で、お金のためがないんだもん。選択肢なかったんだ。クランペットとは小麦粉と酵母で作る塩味のまたは甘い軽食パンである。クランペットは主にイギリス及びイギリス連邦諸国。あ、実際にある料理なのね。ゲームの中のじゃないんだ。そういうことなんだ。 FF11 の LS が崩壊。おい、やめろ。FF11 の闇に触れるのやめろ。まあ俺も FF11 あって、14の新生じゃない方ね、 Q14 が出るっつって、うおーってなってやるぞーってやっただけだから、うん、そうね。ポポトチップさん、この間発売されたばっかりじゃん。売り切れおめでとうございます。そして増産お待ちしております。うん、俺は姉貴から冒険者の話を聞いて、ただ単純にどこへでも自由に行ける彼らに憧れたんだ。いろんな景色を見て、そこで暮らす人たちと話して、自分も誰かの力になりながら世界を歩けたらいいなって、そう思ったんだよ。ならそれだけでいいんじゃない？お姉さんに認められなくても、あなた自身の旅の理由があるのだから。14のフリーカンパニーが崩壊した。 FC ハウスがなくなってて、起きたら路上だったって。何それ。そんなことってあんの？そんなことってあんのか。あ、そうなんだ。そうか。俺は冒険者として生きていくのは自分なのに、いつの間にか旅の理由を姉貴に寄りかからせて。思い違いってこれか。本当に情けない。そうね、誰かに認められたいって思いは否定しないけど、それとナギが冒険者として生きていくことは全くの別の事柄だもの。ましてやそのために何でも一人でやれなきゃとか、そんな思い込みに縛られる必要はきっとないのよ。さあ、話はおしまい。ちょっと口数が多かったかしら。でもあとはあなた次第よ、ナギ。ああ、モモディさん、気づかせてくれてありがとう。私は旅立つ人の背中をいつも見守っている。だから NGC ナギ、これからもどうかあなたたち自身の冒険を楽しんでね。すごいな、ちゃんとした人だな。すごい包容力がすごい。NGCFC は確かに消えたら大変なことになりますね。割とねえ割と吹っ飛ぶよね、みんなが。ナギア・ジャッキャ、ジャッキア。江戸三万、付き合ってくれてありがとう。おかげで姉貴に何を伝えればいいか分かった気がする。それでさ、手間かけて悪いけれど、もうちょっとだけ頼らせてもらってもいいかな。実はレターツリーの仕事でリムサノミンサに行った時、秘境探索の護衛を募ってるっていう探検家がいてさ、その人からの手紙を預かったんだよ。今頃ゴールドコートに飾られてるはず。それを姉貴への答えに添えたいから、一緒に探してほしいんだ。とりあえず違法の詩人さんのところへ行ってみよう。なるほどね。詩人さんはあれかな、どっちかやったら早いんだ。
ティンティン。中入った方が、違う、なんか、何、さっきどこ行ったっけ。詩人さんだから、コロッセウムが一番近いのか。逆。ここね。詩人さん帰ってきました。ゴールドコートとゴールド操作を間違え、まあそれはしょうがないね。あ、いやあ、二人とも、お帰り。どうかな。何かヒントは得られたかい？ええ、モモディさんに聞いて、俺が何を思い違えてたか気づけました。それで、姉貴に伝えるときに、なるほど。冒険、あ、じゃあ冒険じゃない。探検家からの手紙をお姉さんに見せたいと。そういうことなら、特別に貸し出しを許可しよう。何か目印はあるのかな。確か、青いチョコボで、チョコボがでっかく書かれてたような。青いチョコボなんだ。了解。手分けして探す方が早そうだね。僕も手伝うから、見つけたらナギ君に渡そうか。任せなさい。どこにあるの？チョコボキャリッジが剥がれたやつってな。ああ、ここにもあんだ。盾が書かれた手紙。都市の警備を預かる身として冒険者の存在は実に頼もしい。流れ者が増えれば治安が悪化するというものがいるが、事実として犯罪の件数は減少傾向にあるのだから。我々は兵であり、身軽に動けないことも多い。だからこそ市民の願いに寄り添う冒険者職士の存在には感謝と敬意を示させてもらいたいのである。誰かからの思いが綴られた手紙には青いチョコボは書かれていなかった。ナギの探している手紙は別にあるようだ。なるほどね。あ、結構いろんなところに貼ってあったりするんだ。羽ペン。パン食い競争みたいになってるけどね、ちょっとここね。復興に協力してくれた冒険者さん。あの恐ろしい災害からいくつもの月日が流れました。あなたの旅はどうでしょう。旅はどうでしょうか。楽しく過ごせていますか。私はといえば、相変わらず生活は厳しく苦しいことも多いですけれど、冒険者さんや多くの方の力添えで町は活気を取り戻し、周囲の人にも徐々に笑顔が増えてきているようにも感じます。今辛くとも明日はきっと良くなる。楽観的なその言葉が信じられるようになってきました。あなたの心にもどうか明日という希望がありますよ。なるほど、これでもないよと。なんか言ってる。巫女っての冒険者さんへ、迷子の私をお母さんと会わせてくれてありがとう。たくさん話を聞いて励ましてくれてありがとう。ゴールドソーサー楽しかったです。冒険者のお仕事これからも頑張ってください。もしかしてこれゴールドソーサーで迷子になってた子からの手紙。わあ、嬉しい。職員さんが困ってて母親探しを手伝ったんだよ。なるほどね。つけたんですね、ナギがね。他、あとここのチョコボキャリッジと、あれ青いチョコ、あ、これ青いチョコボが書かれてるか、これが正解か。じゃあチョコボキャリッジだな。
元新人冒険者殿へ、見慣れない民族衣装のお前さんと同じ列車に乗り合わせたのは、俺の旅、旅商人生でも類を見ない幸運な出来事だったように思う。なんせあの後お前さんに送ったのもと同型の指輪が高く売れ、念願だった自前のキャリッジを手に入れることができたんだ。お前さんが運を分けてくれたのだと日々感謝しているエドラックみたいな話かな。旅の中でお前さんの活躍は幾度も耳にしたが、あの時偶然出会えたことは今じゃ俺の大きな自慢だ。いくつかの再会と旅の無事を心から祈っているよ。なるほどね。1、2、3、縦羽ペン、読んだ。これで全部かな。じゃあこれか、これが正解のやつですね。青いチョコボ。はい、冒険者さん、あなたの旅は順調ですか？私たちもまだ旅の途中。さえずりと、さえずる鳥とともに朝日を望み、草葉とともに夜月なのかなを、眺め、日々この世界を歩いています。昔とある冒険者さんに助けられた時、私は探検家も冒険者も共に新天地に胸を躍らせる旅人なのだと気づきました。こたびもまたそんな方と旅をしたいと思い、筆を、なんだっけ、綴っていますじゃなくて、なんだっけ、綴るは 字が違うな。筆を取っていますか、取っていますってのか。未知の領域に踏み込んで地図に書き記し、基地の地に変える、そんな冒険家の使命に少しでも共感いただけたなら、リムサロミンサの溺れた、あ、出た、溺れた海豚邸まで連絡をお待ちしています。青いチョコボが書かれた紙に冒険者の協力を望む冒険者の声が綴られている。ナギが探していたのはこの手紙で間違いない人だ。さあさあさあ、海豚邸行けってよ、ナギさん。海豚邸行きますか、一緒に行きますか。なかなか見つからないや。あ、そっちはどう。これです、ありました、ありました。青いチョコボ、お、そう、これだ。あ、さすがエドサンマン、ありがとう。よし、あとは姉貴と話すだけだな。どこ行ったんだっけ。確か何か用事が、大事な用があるとかで、裁縫師ギルドへ行くと言っていたよ。裁縫師ギルド、服でも買ってるのかな。あ、とにかく、ありがとうございました。俺早速行ってきます。行っちゃうんだ。よければ君も行って、あの姉妹を見届けてくれないかな。その上で今回の顛末について後で僕に教えてほしいんだ。ルビーロード国際市場で待っているから、どうか頼むよ。そしてみんないなくなった。裁縫ギルドに行くのね。ん？これか。微妙にあれだな。あれ？裁縫ギルドに行くのねって思ったけど、ここにおるじゃん。ここにおるじゃんけ。ナギアジャッキア。あ、エドサンマンも来てくれたのか。あ、なんだか変に緊張してきたから、いてくれると心強いよ。お、姉です。なんかあれだな、今別になんか前は気にしてなかったけど、この帽子はミコッテ耳穴開いてるバージョンなんだな。なんか最近ウマ娘で耳穴開けてる、帽子買ったら耳に穴開ける、あ、耳穴用の穴を開ける人がいるからさ、それを見てなんか改めてなんか気づいた。なんかでもさ、耳カバーになってない？他の帽子って結構ミコッテのやつって、
なんかこう完全に生耳が出てるのってさ、そのままも結構あるか、あるか、なんか自分が巫女ってじゃないからあんまり気にしなかったけど、なんか改めて見ると、うん、いや、なんかカバーがさついてるのが多いイメージがあったから、そうそうそう、なんかこうやってこれ生耳出てるじゃん。そう、あのさ、カチューシャしながら帽子かぶってるように見えたのよ俺は今。これはさ、カチューシャのさ、これなの、これこのなんつうの、頬の横にあるやつ、これどうなんだろうね、カチューシャがかぶったまましてんのかなっていう。カチューシャはこれ髪型にカチューシャがついてるよね。そうだよね。でもまあでもまあ帽子のねあれにしてるというか、ということなのかな。どうなんだろう、なんとも前だけど、ちょっと気になっちゃった。うん、このそうだよね、巫女っては人間の耳がついてる場所には耳がないはずだから、2つ耳があるわけじゃないから、まあ、正確に言うと4つっていうのかな。うん、そうそうそう、ってなるとさ、そうなるとさ、リンクパールをさ、例えばモシミンの時にさ、耳にこうやってやるじゃん、ちょっと手をさ。でもミコっての場合あれなのかな、この上の耳にやんのかな、フォンフォンってなったら。うん、あ、やっぱちょっと上に手をやるのか、あ、やっぱそういうことなのか、なるほどね。なんか改めてあれだな、考えたことがなかったあれだったね。うん、ヤシトラママだね。あ、ヤシトラママが、あ、そっか、ヤシトラママは確かにちょっと上をフォンフォンって言ってた時にそうしてたか。うん、あ、まあエーテル伝導みたいなやつだから、まあ確かにそうなんだけどね。うん、あのなんだっけ、今さ、あの無色転生のさ第2期が始まってんだけどさ、もうあのなんだろう、ヤシトラママの中の人がさ声を当ててるキャラクターが出てるんだけどさ、もうそれがなんか優しいヤシトラママの声にしか聞こえなくて、声一緒だからそりゃそうなんだけどさ、しかも魔術師だしさ、なんか聞いてるとどうしても、そうそう、うん、あ、なんかまだこうなんつうのかな、年齢的にも若い時の安虎さんってこんな感じだったのかなとか、ちょっとなんか勝手にマトウヤと呼ばれてる時代の安虎さんではなくてみたいな、うん、ちょっと思っちゃった。今でも若いです、やめろ、ごめんなさい。はい、それで凪、何か答えは見つかった？まずはこれ見てほしいんだ。はい、渡した。秘境の調査を目的とした冒険者さん主催のフリーカンパニー？へえ、面白そうね。おっと、大丈夫か？このフリーカンパニーは結構ノルマとか大丈夫か？これ大丈夫か？これあれか、呼び出しかかるやつじゃないのか、大丈夫かな、あまたのこう高難易度冒険者の集まりがいろいろNGCFC は全然あれだけどね、そういうノルマとかないから大丈夫だけどね。そうだね、秘境の調査を目的としてるとちょっと怖いところがありますけどね。うん、姉貴に認められたい一心で一人にこだわってきたけど、自分だけじゃ到底行けない地域への旅、本当は興味あってさ、この後申し込んでみようと思ってる。ということは、一人でやらなきゃは、もう卒業かしら？認められるために誰にも頼っちゃいけないとか、俺は姉ちゃんを理由に勝手に自分を縛ってたんだよな。それはもうやめたよ。俺は
見える景色の先に何があるか、どんな人がいるか知りたい。それだけでいい。そう気づけたのはモモディさんと見守ってくれた NGC のおかげだ。あ、じゃあ江戸三万のおかげだ。だから俺はたとえ姉ちゃんが認めてくれなくても、やっぱり冒険者を続けたい。自分の理由で自分の冒険をしたいんだ。いいかな。私の許可なんていらないでしょ。ま、最初から反対する気なんてなかったけどね。うわ、ナギ、あんた霊災前の頃、自分が何て言ってたか覚えてない？うん。お、小さい頃ね。幼なぎ。姉ちゃん、今日の取材はどんな冒険者と話したの？どんな人だった？どんな旅してきたの？ねえ、聞かせて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 。また？冒険者の話、なぎは本当に好きね。だってすっげえワクワクすんだよ。俺はワクワクすんだよ。俺も絶対でっかくなったら冒険者になる。はいはい、耳たこだわよ。でも冒険者といっても様々。ナギはどんな人になりたいの？やっぱり物語の英雄みたいに大事件を解決する人かしら？違うよ姉ちゃん。俺は誰より自由な冒険者になりたいんだ。たくさん旅して、たくさん人と話して、この世界を知って、そしたらさ、今度は俺が姉ちゃんに冒険の話を聞かせてあげる。ナギ声高えな。声変わりして随分変わったな。そんな風に言ってたあんたが、私に認められるために誰にも頼らないなんて言うんだもの。原点を思い出させたくてちょっときつく言ったのよ。ねえナギ、あなたがこの先も冒険者として生きていくなら、きっとままならない出来事にたくさん悩むでしょうね。けれどあなたは英雄じゃなく自由な冒険者を目指したの。だからこうでなきゃなんて縛られず、好きに旅をすればいい。代わりに何が正しいのかなんか、正しいのかをちゃんと感じて、考えて、感じて、考えて、聞いて、自分が選んだ道をしっかり歩ける人間に、あなたはなりなさいな。結構年は離れてるよね、多分ね。なんかそれなりに。自分に何ができるかを最初に考えるあなたなら、あんたならきっと大丈夫。その上で覚えておいて、どんな英雄だって誰かの力を借りちゃダメなんてことはない。自由で自立しているからこそ、いろんな人に頼って頼られて、それもまた冒険者のあり方なんじゃないかしら。 NGC さんもそう思わない？確かにそうかも。冒険者は決して一人じゃない。一人じゃない。ああ、わかった。今日のこと俺忘れないよ。さてナギ、あんたのことだし、すぐに冒険者の応募に行きたい。あ、冒険者じゃねえ、探検隊の冒険に、冒険も全部間違ってる。探検隊の応募に行きたいんじゃない？受付はニムサロミンサって書いてあったから、飛空艇かしら。それなら今渡しちゃうわね。はい、これ爆弾。裁縫師ギルドに仕立てを頼んでいた服よ。いつまでもそんな格好じゃ長旅で辛いでしょうから、よかったら後で着てちょうだい。いいの？おわ、嬉しい。姉ちゃん、ありがとう。江戸三万もいろいろとありがとう。俺、あんたみたいな冒険者になれるよう、これからも努力するよ。私からも改めてお礼を言わせて、ナギを探してくれて、見守ってくれて本当にありがとう。また取材か何かで会えたら嬉しいわ。
背が高いからみんなやっぱ上見てんだよな。それじゃ NGC さん、またどこかで。来年なのかな。ずっと上見てんだよねこうやってね。スチャヒーローだな。姉妹の顛末を見守り、本当に俺あれだな、魔行苦手だわ。見守り、別れの挨拶を交わした。違法の詩人に事の次第を伝えるため、ルビーロード国際市場に行ってみよう。はい。ティンティン。ティン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 。これはそのまま、あ、違うか。ルビーロード行った方がいいのか。あれ、ルビーロード。ルビーロードどういった？あそこだから一番近いのは一応エテライトプラザが一番近いか。あれ姉妹ってさ、それって明確なあれってなかったんじゃなかったっけ。で、なんか俺が聞いたのは、最初に来てる方がその姉だった場合は姉妹でいいみたいなのを聞いたんだけど、そうじゃないのかな。わかんねえ、いろいろ変わってくかわかんねえな。やあ、おかえり。君の表情を見る限り、なぎくんは無事お姉さんを納得させられたのかな。そうか、それはよかった。旅を始める理由はいつだってシンプルだ。しかし何かを大事に思うあまり言葉が足されることもあり、その言葉は時として己を縛る鎖にも変わる。そんな時、自分の心の原点さえ覚えていれば、何度だって足を前へ運ぶことができるのかもしれないね。きっとなぎくんは大丈夫だ。見守ってくれて本当にありがとう。まあね、一ついい詩が浮かんだよ。聞いてくれるかい。新たな世界へ旅立つ、そして見送る人、双方の希望を歌う詩を歌おうか。詩って言っちゃうんだよ。出た。おびんぼ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 ん。すげえな。あまたのいろんな世界を完全に宇宙まで行ってこう救った冒険者をこの謎の異空間に連れて行ける。お、飛空艇の上ですね。来たね。ようこそ光の戦士よ。誰ですか？あ！てん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 。吉田さん。ここは写し世とは異なる世界。目にしているものすべては君の夢や幻かもしれないし、そうじゃないかもしれない。いや、また会えたね。若いね。僕の名前は吉田直樹。今日は改めて君にお礼が言いたくて、次元の狭間での会合を演出させてもらったんだ。この世界が申請されてから10年余り、僕たちはまだ旅の途中にいる。申請からこれまで語りきれないほどの出来事があり、その旅路で僕は様々な冒険者に出会ってきた。どうしてこんな苦労をしているんだろう。正直に言えば、僕にだってそんな風に思う瞬間や、何もかもを投げ出して楽になりたいと願う日もある。クッキーを作らされたり、ラップを歌わされたり。でも、それでも僕がここまで歩んでこれたのは、最高の仲間たちの存在があったこと、そして
君たち冒険者がいてくれたからなんだ。なんでクッキーの硬いバターを力技で混ぜこぜさせられて、最後には武器が壊れるなんてこともあったけど、普通に折れたからな、あれな。これまで何千何万もの冒険談を聞かせてもらった。それを語る君たちはいつもは笑顔で、時には苦い顔で、でもまあとにかく楽しんでるよとね。だから僕の原動力のすべては君たちから分けてもらったものなんだ。ありがとう。この先も共に歩んでくれるのならこんなにも嬉しいことはない。終わりのない冒険と君たちの物語はまだまだ続いていく。その旅路に僕たちも寄り添っていくことを誓うよ。さて、忙しい君をあまり引き留めるものじゃないな。いや、忙しいのは多分吉田さんの方が忙しいからね。この幻想もそろそろしまいとしよう。ひとときの夢から覚める頃合いだ。世界が神聖してから幾清掃、この地には多くの人が訪れ、多くの足跡が刻まれてきた。そのどれ一つとっても無駄なものは何一つない。うーん、おい、来た。みんなが取ったやつだ。みんなが持ってたやつだ。僕らはそれを忘れない。そしてきっとこれからもこの世界のことを考え続けるだろう。だからどうか君も息災でいてほしい。その旅路にクリスタルの覚悟があらんことを心から願っているよ。ひゃー、飛んでいったね。頭が。今頃凪くんは飛空艇に乗った頃だろうか。より広い世界へ旅立つ冒険者、それを見送る姉、彼らの行く末が良いものであってほしいと切に願うよ。そしてそれは君に対しても同様さ。だからもう一つ、君の未来を祝福する詩を、歌を送らせてほしい。お、歌うの？お、あ、ぼ、あ、格好が変わってる。お姉ちゃんが裁縫ギルドにで取ってきたやつだ。すげえ変わってんな。最短の輝き木に背を押され、旅人は歩み始める。希望の都に胸躍らせ、水車の調べに耳すませ、西風に乗せて足を前に、そして世界へと。続きがあったらちょっとそうだよね、それで終わんないよな。続きはちょっと喉がやられるかやめとこう。おか、そう、冒険者たち
き風に梅雨空はどこまでも青く荒らしまう夕暮れはグレーに染まる漆黒の闇に星々は瞬き聡明には白き行月が微笑んで あれですね今までのあれですね歩んできたタイトルですね。そして世界は回り何度だって日は昇る、うん、もうね違うんですよ。あのねあのサンバでアミーゴがあの呼吸器を痛めつけるゲームだったんで喉がね喉がちょっと痛いだからね高音を出し続けるとね俺の喉が死ぬ悠久の風に背を押され旅人は歩み続ける黄金の光が大地を包みしかしあなたは迷わない幾多の記憶が星となりその行く先を照らすのだから、うん、いや割とね呼吸器やられましたね、うん、やっぱちょ3番後の方が良かったですね、うん、ああ花火がねこの先どんな旅路を歩むのだろうね。どこに行き誰と会い何を見るのか。未来は今はまだわからないけれどどうか忘れないでくれ。君がこの世界に紡ぎ出す絆その記憶と足跡がいつの日かきっと自身の背を押してくれるはずだ。だから君にはこれからも自分の道を歩んでほしい。僕はその旅の無事を心から願っているよ。ありがとうございます。サンバはやべえ。おう空艇に乗った。うわーい、メテオマーク来た。メテオ花火。お、申請10周年ありがとう。そして探求の旅は続いていく。いやー来たー。これでさっきのこれはフェニックスリボーンフェニックスってやつなんだ今のがね。うん、レタツリーの管理人に話しかけるとツリーに寄せられた手紙を読むことができます。加えてナルカイローでできるミニゲームクポ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 アドベンチャーが解禁されました。ルビーロード国際市場のノノラに話しかけるとプレイ可能です。またミニゲームは各国の宿屋の、客室にあるトイボックスからも あれだトイボックスからできるミニゲームね、あったね。これだ、うん、今回のやつは何なんだろうね。 なかなか熱中してやってた。ええー、マジか。あ、いやー、いなくなっちゃった。いなくなっちゃった。したら次はどこに行けばいいんだろう。あそこになかなか熱中してやってしまったっす。実行委員会。うん。ネタ釣りとは。うん。匿名の手紙ね。はい。ぜひ現地にて、あ、ゴールドコートのとこね。うん。申請隊とは。うん。うん。ここでポスターと、ああ、これね。あ、普通にギルで買うんだ。神聖祭のポスターで、オーケストリアのね、メイヤリーのポプリフライズ、メディカメディオサバイバー、あー、はいはい、この辺は花火とあれですね、クラッカーとかですね。うん、地味に持ってんの。
で、これがあれだ、さっき言ってたね、クポクポアドベンチャー。よくぞ聞いてくれました。クポクポアドベンチャーとは、小さなモーグリに指示を与えて跳ね返るボールを武器にして魔物を倒していく幻影遊戯なんです。どこかの技術者さんが作ったものだそうですが、違法の詩人さんからなぜか私が案内役を仰せつかりまして、こうして皆様にお声掛けしているのですよ。もしご興味がございましたらぜひ遊んでみてくださいね。遊んでみます。はい、かしこまり。それでは存分にお楽しみください。クポクポアドベンチャー、ゲームスタート。ステージ3まであんだ。何これ何これ、クリスタルアクション選択、間違え、ポンポンファイヤー、モーグの前方にいる敵1体に20ダメージ与える。MP は30消費でリキャスト3ターン。モーグリから8マス前方の1マスとその周囲の敵に ダメージ10、40使う。モーグリの HP を回復。ポンポンバリア、モーグリを対象としてダメージを防ぐバリアを張る。効果一旦。ポンポンリレイズ、効果中に戦闘不能になると連続、自動的に蘇生する。効果ターンは永続。リキャストは99。これ使っとくんじゃないの。リレイズ使った。じゃあポンポンファイヤー、ポンポンファイヤー勝った。これなんかクリスタル置いてあるんだけど、すげえ。ボール発射、そういうこと、そういうことね。ただボールを打つこともできんだ、待って。ははははは、クリスタル持ってんのあいつで、技としてこれもいけるってことか。38しかないのか。なるほどね。じゃあ一旦これはクリスタルもらって40になった。プチメテオで、あ、そうか、先の方のやつなのか。だからこれもう一歩出てきてもらわなきゃダメなのか。はいはいはい。で、出てきたからここにメテオ、うわー、だったらもう1出てもらってゴムを全部やりたいな。で、ここを一旦これ待とう。すげえ来るじゃん。ここでこれが一番最大じゃん。どこー、ういー、あ、そうか、ボム倒すと爆発するのか。はいはいはい、なるほどね。なんかさ、俺さ、このポンポンビームが強くなってんだけど、なんでこれ、なんで強くなってんの俺は。はい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 、ボムを倒すと一番いいねこれね。強力な魔物が現れた。あ、テポン先生、テポン先生来た。あ、で、ちょっとオルトスもいいや。あ、こいつ6なんだ、マジか、こいつ6なんだ、なるほどね。あ、いて、なんか遠くから撃ってくるこいつ。あ、メテオまだか。リキャスのターンが足んねえのか。え、なるほど。でも N いけるか。あ、でも 3使わせようないな。これ普通に殴れるな。あ、貫通というか、3の後にもう1匹。あー、これ、あ、そうか。通り過ぎてんのか。オルトロスにしか当たんねえな。これはまずいぞ。ポンポンファイヤー行くしかないか。で、バカ、関係ねえな。ポンポンやる必要なかったら。あ、なるほど。魔法と、この通常攻撃が別物なのか。なるほどね。やべ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 。これ、食らう食らう。やべやべやべ。こういったゴブがいるんだよな、ここに。もっと早めに撃たなきゃいけなかったな。失敗したな。やべ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 。こっち、一回、ポンポンバリア。これで、やばい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 。オルトラスも来ちゃってる。このターンでも大丈夫だ。あ、やばいやばいやばい。なんとかティポン先生は倒す。倒しきれないか。あ、今魔法使うべきだったな。あ、いや、いいのか。オッケー、倒した。あ、
オルトラスは残ってんだ。ずっとダメージ食らってるけど。ポンポンバリアからのポンポンファイヤー。うえー、倒した。うえー、サボテンダーが来てる。サボテンダー動くんだけど、サボテンダー動くんだけど、これでもあいでもサボテンダー巻き込んだ方がいいな。みんなに初手めてよ。あー強っ。LP と RB？ ん？え、斜めに打てんのこのゲーム。マジかよ。斜めに打てんだ。あ、ちょっとなんか増えてる。ポンポンレビテと、ポンポンバリア。リレーズ一回やっぱ使っとかなきゃ。あ、MP がないのか。S なんなった。死の宣告かけられたら、なるほど。おーい、なんか跳ね返んな。うわー、ハリセンボン怖い。はいはいはい。おー、反射すごい、反射すごい。モルボルか、モルボルか。すげえ、反射やべえ。反射すげえんだけど。超強いんだけど。おい、出て出て、ちょうど、やべえ、ハリセンボン。あー、こういうね。ここでこうやっといて、あいつがハリセンボン来たら、これで撃つしかないな。あ、いや、ちょっと待って。一回、メテオいけるぞ。あー、いや、これはもう2ターン待つべきだな。来いよ、来いよ、来いよ。あー、早かったー早かったー、一瞬早かった。あー、モルボル来ちゃった。モルボ来た、モルボ。あー、じゃあもう一旦またやる。ここで、あー、まあ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 、危ない。そう、ハリセンボンの目の前にじゃダメだから絶対。これはでもここかな。もう一やってもいいかな。あ、いや、でもこれはいいと思う。そうそうそう。で、爆破もあるから。で、ここ爆破させりゃいいから。あ、いや、ダメだった。届かなかった。いや、でもこれでいけんだろ。あ、嘘、お前に全部当たんのかよ。お、マジかよ、こいつ。危ねえ、ビス。これはまずい。これはまずい。お前邪魔だな。これで爆破、あ、いや、そうか。こいつしかいかない。やべ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 。いて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 。モルボル倒せんのか。あ、一回倒せんのか。はい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 。何この緑色のなんかある。緑色のなんかあるけど、マスが。うわ、落ちるか。いて、これ毒か。いて。ちょっと待って。なんだよ、俺有利なフィールドかと思ったわ。リレーズ、あ、リレーズ、また足りない。どうしようかな、バリア貼っとくか。効果いったんか。いったんだって意味ねえな。床の影響を受けなくなる。あ、そうか、それでレビトと使えばよかったのか。そういうことか。はい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 。うん。メテオ、これ使える？ MP 足りる？ 35 か。いや、40いった。いや、でも、オチューが来るのを待ちたい。もう一旦待とう。こいつだけ倒しときたいけど。なんだなんだ今の。なんだ今の。毒食らった今俺。なんだなんだなんだ。なんか毒食らってる。え、なんでなんでなんで。ああ、びっくりした。ここかな。はい。あ、落ちる、勝て。ああ、いいね、いいね。あ、やばい。目の前にいる。これ毒食らってんな。おお、すごいすごいすごい。これだからあえて反射させた方が強いな。おお、いいですね、いいですね、いいですね、いいです。とも
でもなんか範囲攻撃みたいな使うんだよ、こいつな。これいいですと思う。だからこいつをここでやると、あーちょっと違った。あーでもそこに当たった。あー当たった、倒した。あーオチュー倒した、オチュー倒したのでかい。これ毒食らって、やべ死ぬ。本物ある、これは無理かな。あーちょっと角度が、あ一発、あこれ二つって俺無理じゃないか。これでちょっと角度つければなんかうまく当たんねえかな。当たんねえか、さすがに無理か。でもなんとかなった、なんとかなった。よし、うん、毒をあれですね。あここで最後かな、ステージ的には。あ、ちょっと待って、なんかすごいの増えてる。ポンポンプチメテオがメテオになった。すべての敵に。これまだ使うべきじゃないんだろうけどな、どうなんだろうな。使うべきなのかな。使うときにやっといた方がいいのかな。MP だって80でしょ。で、リキャスト10ターンでしょ。10ターンはちょっとあれだな。これはちょっと、温存したいな。温存したな。これで、ここら辺を狙えば、後ろからガガガガってやるだろう。そう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 。そういう感じ。そういう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 。いいね、いいね。サボテン邪魔、サボ、サボ、来た。こういうことね。やべ、トンベリがいるじゃん。やべ、トンベリがいる。あ、ラミアも来た、ラミアも来た。あー、トンベリ倒した。これは撃つべきなのかな、わかんねえな。ちょっとわからんな。あ、そこ当たっちゃうのか。今俺当てる止めなかったんだけど。あ、また毒来た。毒来たからレビテと、レビテと。で、いや、これでも撃つべきかな。でも倒しはしないもんな。でもこれ撃つしかないな。数が多いから。うい。で、こいつを、こうやって、あ、死の宣告だって。死の宣告って言われた。やばい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 。S な S な。あー、なんで、なんで使えないの。あ、以外か、以外か。じゃあもうリロイズを使うしかないよ。マジか、あべべ。あ、ちょっと2回、2回食らっちゃった。おい、だいぶ倒したな。ケアルか、ケアルじゃないな。逆にリレイズだな。あれまだ使えないのこれ。あれなんで使えないんだ。あ、もうか、あれかかってるこれ。あぶね。あ、リレイズ俺かけてんじゃん。永続だからか。なるほどね。死の宣告多いな。あと体力やべ。わ、結構やべえな。いや、あの爆発ドーンを巻き込みたいからってなると、こういう、こういう、あーあーあー、だいぶ倒したな。巻き込もうとしたらだいぶ倒したな。すごかった今。うわー、いいねいいねいいね。反射で、あーやべ忘れてた、目の前にいた。あー、ちょっと失敗した。まあ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 、まだ使えない。いや、使えるな。
これ爆発ゾーンでいけんだろ。あ、そっか、あいつが。じゃったらここに入れてラミアをまずやりつつ、そこボンだな。おい、すげえ、超強え。なんだ、黒騎士か。こいつ倒しとかね。うわ、黒騎士あと2。え、危ねえ。黒騎士じゃねえ、こいつオーディンじゃん。危ねえ、リリーズがなければ即死だった。危ねえ、倒した。てて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 、MP 満タンクリアとかノーダメージクリアとかあんだ。はあ、 HP 満タンクリア、アクション未使用、アクション未使用。はあ、そういう感じだ。ハイスコア 35,916 点だそうです。まあ、初手には、うん、初手には、初手の割に頑張ったんじゃないかい。うん、これあ、だからあれだよね、あのほら、ファイナルファンタジーのさ、6までのやつをさ、ゲーム内に入れたいとか言って話出てたじゃん。それの前哨戦だよね、こういうのね。うん、ゲーム内ゲーム、インゲームとして遊べるものがって言ってさ。うん、なるほどね。だって今日ファイナルファンタジー4やりに14に入るペってなるってことでしょ。すげえ意味わかんない。なるほどね。あとはそう、ゴールドアドベニューに関係やな。まあ、麻雀もそうだもんね。じゃあこいつじゃね。あれ飛んだ方が早いんだっけ。まあいいか。あ、人が増えてる。レターツリーの管理人が。新生祭のレターツリー展示場へようこそ。こちらでは第7霊祭を乗り越えて今を生きる誰かへ向けた匿名のお手紙を展示してるんですよ。中には冒険者の方に宛てたものもありますから、お読みになりたいお手紙があればどうぞお申し付けください。立派やんなおい。これ全部読んでたらさすがに終わんねえぞ。これはちょっとなんか抜粋してだな。抜粋してだな。なんか何個か、3個ぐらいかな。さすがにこんだけ全部、読んでくと、12時超えるわ。割ともう目が開かなくなってきたから。名もなき職人かな、俺、クラフターとしては。なんだなんだなんだ。普通にあれが出るだけじゃないんだ。手紙を読んでくれてるあなたへ、想像してみてください。今この瞬間、多くの冒険者たちがこの世界を共有していることを。その事実をごく当たり前に感じられるかもしれません。しかしその背景には多くの協力者たちの働きがあり、たくさんの過去が積み重なった結果でもあるのです。そしてその協力者の中にはあなたも含まれています。冒険者がいてくれてこそ、この世界には命が吹き込まれ、新たな喜びや思い出が生まれるのだから。手紙を読んでくださってありがとうございます。あなたの冒険に、挑戦に、未来に多くの幸がありますように。名もなき職人より。演技教本の筆者、振付師、掲示板の管理人。
職人っていうのはどこの部署なんだろうね、確かにね。うん、市民。なんかその開発室のってことだよね、多分ね。あ、ちょっとプロモーションなのかな？広告職人。からのメッセージってことだよね。私は演奏会やお祭りごと、各種物販、販売物の案内などなど、掲示板に寄稿するお知らせを手掛けています。お知らせは冒険に必須ではないかもしれません。それでも誰かの目に留まり、推しじゃねえや。催しへの参加を考えてくれたら、何かの気づきになってくれたらと願っています。冒険者の皆様、日々の、温かな思いやりに感謝します。これからも適切な情報をお届けできるよう頑張りますね。とある広告職人よりということです。はい。とある案内人、門番、活劇企画立案者、舞台作曲家、音響家、これどっちだ？これ、素剣士どっちこれ？わかんない。素剣さんなのかどうかわかんないけど。作曲家になるのかな、やっぱな。あ、音響士は別か。SE とかのか。うん。舞台に作曲として携わる者にとって、皆様から感動したとのお声を聞かせていただくのは何よりも嬉しいこと。加えて、近頃では演奏会やオーケストリオン、誌発売の際にも、温かい言葉をいただけて、日々の強い原動力となっております。あ、負か。あ、死じゃねえ、負だ。オーケストリオン負か。皆様に心からの感謝を。これからも舞台がより面白くなるような曲作りを、誠意を持って続けていきたいと思います。とある舞台作曲家よりということです。なるほどね。このぐらいかな？一旦な。こんなにあんだね。まあもう開発のあれが皆さんのっていうやつだったっす。なるほどね。OK。あとはあれですね、そのルイゾワじいさんのやつっていうのはどこにあるんだろう。ここにそのままマップであるのこれ。不滅隊にあるの。ああ、じゃあこれサファイアメニューだからか。じゃったら普通に、ナルカイロでいいんじゃない。不滅隊、じゃあ右側だね。花壇の、多分このゲーム内で一番踏まれた花壇ね。ここ。の左。あ、これか。あ、これ七んじさん。七んじさんと合ってる。不滅隊作戦本部にいる七んじは考え事をしているようだ。ほう。時代の終焉を綴る。へえ。七んじさん、むむむ、その顔つき雰囲気、そこはかとないたものともしさも感じる。唐突に失礼、君は冒険者のようだけど、ルイズはルベユールという人物についてもちろん名前くらいは聞いたことあるよね。もちろん聞いたことがあります。うん、それならますます心強い。改めて僕は七んじののんじ、駆け出しの物書きだ。実は今、賢人類沢の伝記を書くために、彼が零歳時にどう活動したかを調べようとしていてね。手始めにまず、不滅隊に取材を申し入れたんだよ。当時、類沢は軍師としてエオルゼア同盟軍に招かれていたから、何かしら接点があった人がいるんじゃないかと思ってさ。申し出は、意外なほどすんなり受け入れてもらえた。
ただ正直なところ僕は取材経験が少なくて、つまり冒険者なら人と関わるのは慣れてるだろ。だから取材の間ちょっと横から見守っていてほしいんだ。それだけで随分不安が和らぐと思うから。そしてできれば取材が無事に終わった暁には、今を生きる冒険者としてぜひ君の所感を聞かせてほしい。第七霊祭の記憶を後世に伝えるために僕は何としてもこの伝記を書き上げたいんだ。頼むよ、執筆協力者として大きめに君の名を掲載するから。分かった。やったー、ありがとう。それじゃあ早速取材と行きたいとこ言いたいところだけど、まずは東サナランのキャンプドライボーンへ向かおうか。最初に少し寄っておきたい場所があるんだ。ほう、ドライボーンに行くんだ。キャンプドライボーン。そうだね、いっそ息子と孫を紹介できるね。お嫁さんも含めてね。アナランジさんいた。そうか、雨降ってるから傘勝手にさした。いやー来たねー。それじゃあここに足を運んだ目的なんだけど、あ、しまったー、僕としたことが君の名前を聞いてなかったよ。本に掲載するためにも教えてもらっていいかな。江戸三番です。江戸三番、もしかして英雄とも呼ばれてるあの。通りで頼もしそうな雰囲気を感じたわけだ。まさかそんな人に取材の同行を求めてたなんて想定外だけど、とても心強いよ。それで取材のことなんだけど、この後当時を知る不滅隊の将校さんと落ち合う予定なんだ。嵐すごいな、はためきがすごい。ただ彼の任務が終わるまで少々時間があるから、近くの墓地に寄っておきたくて、少し付き合ってくれないかな。電気、執筆における僕の思いを君にも知っておいてほしいから。なるほどね。すげえ嵐だけどね。クソ嵐なんだけど。僕の故郷はカルテノン平原の近くにあった小さな村でね、霊災で焼けてしまって両親や友人がここに眠ってるんだ。そうなんだ。別に珍しい話じゃないだろ。月の衛星ダラガブから出てきたっていう黒い竜の爆炎はエオルゼア全域に被害を及ぼしたんだから。けどそこから5年以上もの月日が過ぎ、人々は前を向いて震災は過去のものとしつつある。最近じゃこういう風に言っている人も見かけるんだ。霊災の到来を予見したシャーレアンの賢人のおかげで破滅の運命は避けられ、エオルゼアは救済された。これからは第七西暦の時代だって。でも僕はこうした見解に違和感を覚えてしまう。故郷は焼け、大勢が死んだのに救済されたってなんだろうってね。だから僕は賢人ルイゾワという人のことを調べて、彼がどうしてエオルゼアを救ったと言われているのか知りたいんだ。それを書き記すことで気持ちに区切りをつけたいんだよ。これが僕が伝記を書こうとしている動機さ。どうだろう、理解してもらえたかな。分かった。よかった。そうだ、ついでだから取材に備えて賢人ルイゾワや第七レーサーについて軽くおさらいしようか。第七レーサーがいつから始まったのか、その定義は難しいけれど、一般的には帝国によるメテオケ、これなんだっけ、計画でいいの、これ計画で合ってんの、これなんだ、この字は読めん、計画で合ってんだ、やっぱメテオ計画が発端だと言われている。月の衛星ダラガブをエオルゼアに落とそうとした作戦だ。
いつものやつ。おい、そういうなんかアメコミチックなやつが出てきた。第六西暦1562年のこと、ルイゾワは迫るガレマール帝国の脅威に抵抗すべく、対抗すべくエオルゼアの救済を掲げた秘密結社救世使命、救世使命であってんのかな、を創設した。そして構成員であるシャーリアンの賢人たちを通じ諸国一丸となって、救世使命だってね、うん、一丸となって事態に挑むよう働きかけたらしい。結果3つの都市国家でグランドカンパニーが設立された。不滅隊、総打倒、国家団、今これらが存在しているのは彼らの熱意と行動の成果ってわけだね。なるほどね。そしていよいよ情勢がきな臭くなってきた1572年、ルイゾワは密かにグリダニアに渡っている。以後彼は積極的に各国と話をしたそうなんだ。僕らがこれから話を聞くのはその頃の出来事についてだよ。取材対象は当時不滅隊で冒険者部隊の窓口を担当していて、任務でルイゾワの手を借りたことがあったらしい。待ち合わせ場所はここから北東のハイブリッジ。いい時間になったし、そろそろ向かおうか。すっげえはためいてるけど。フェニックスが、フェニックスのはためきがやばい。赤ささして。で、どうでした？あ、これ、あ、こっちじゃないの？あ、これか。こっちか。これ飛んだ方がいいな。さすがに。やべ、アーリマンをこっちに入れてなかった。あ、さっき取ったやつ使えば。いつもの蒸気に乗ってしまった。さて、指定地点7時がまずい。待ち合わせ場所はこの辺りのはずだけど、ここですね。あ、違う。嵐がマジすごいな。いやあ、私に取材をしたいというのは君たちかな。まさか英雄殿がいるとは思わなかったが。はじめまして、ナナンジと申します。彼には取材に同行してもらっているんです。この度は誠に。いやいや、堅苦しい挨拶は抜きで良いと思う。恩人たるルイゾワ様について正しく綴ってくれるならそれは我々としてもありがたいことだ。改めてホリン・オーブレイだ。どうぞよろしく。そうね。では早速取材は始めさせていただきますね。ホリンさんは賢人ルイゾワと接点があるとのことでしたが、当時彼はどのようにグランドカンパニーと関わったのでしょう。そもそもグランドカンパニー設立の発端がルイゾワ様たち救世使命の働きかけだったのはご存知だろう。だが直接的な初接触はダラガブが赤みを増し始めた頃のこと。そうなんだ。あ、ルイゾワさん、我々はグリダニアを訪れたエレゼン族の初老の男性が万神討伐の施策ありと主張しているとの情報を得てな、リオ・エルベク不滅隊所属の冒険者に接触させたのだ。後で聞いた話によれば総打倒や、国家団も同様に冒険者を派遣していたらしい。あの頃はどこも他国に先んじることばかりを考えていたのだよ。もっとも当初は各国ともルイゾワ様のことを
怪しげな予言師を研究する者たちの多さ程度に見ていたがね。しかしその評価は冒険者からの報告で一変することになる。この世の中は Q14 ってことだよね。ウェーイ。なんとルイゾア様は秘術をもってしてイフリートの根城へ直接つながるゲートを開いてみせたのだ。結果我こそはという熟練冒険者たちにより神狩りが先行された、あ、決行された。だが犠牲も大きく、討伐を成し遂げた一体からの報告によれば、炎帝祭後にはあまたの焼け焦げた屍が転がっていたらしい。そしてその報告には他にも驚くべき内容が含まれていたのだよ。メガシーパイセン、帝国軍第7軍団長ネール・バン・ダーナス、後にエオルゼアの恩敵となる奴が現れ冒険者に告げたのだ。もう絶対に戦いたくない。浄化の赤き星が間もなくこの地を焼き尽くすとな。まあこいつ今までやった中でやっぱこいつかな。他も難しかったのあったけど、もう絶対嫌だと思ったのこいつだな。ことここに至ってようやく我々はダラガブの異変が帝国軍の仕業だと気づいたというわけだ。いやあれはね、無理だったもん。本当にようやったよね。メテオ計画の存在は賢人ルイゾワの功績で判明したと。しかしそれだけの情報では対応策を練ることすら難しかったのでは。雨の中ようその羽ペンで書くな君。その通り、我々は計画の実態解明から始めざるを得なかった。この後第7レース祭に至るまで各国は冒険者の協力を得つつ必死に情報収集を続けることになる。その際大いに活躍したのがキクンもよく知る飛行士シド・ガーランド殿だ、あ、様だ。彼は我々に貴重な情報をもたらした。忌まわしきメテオ計画の概要だよ。帝国は交信電波塔なる装置を道しるべにダラガブを落下させ、奴らの言う蛮族我々すべてを抹殺するつもりだったのだ。さて長々と話してしまったな。しかしこれ以後のことを語るなら自分より適した者がいる。君たちさえよければ話を聞かせてくれるよう打診しておくがどうだろう。この後もまだ取材を続けるかな。ぜひご紹介いただけると嬉しいです。承知した。ソーダ島の総合司令部に話を通すから。そうだな、君たちにはグリダニアのアプカルタキへ向かってほしい。そこで合流できるよう先方に伝えておこう。ライハ島、電波島って言っちゃうやつな。何から何までありがとうございます。それにしてもなぜそこまで手厚いご協力をしてくださるのです。俺レガシーだけどすぐやめちゃったからね。全然だからストーリー進んでない状態でやめちゃったから。何、大したことではない。最初に言ったろ、ルイゾワ様の奇跡が人の記憶に残るのは喜ばしいことだと。私はただ三国を結びつけたあの方が忘れられてほしくないのさ。では私はそろそろウルダハに戻るとしよう。君たちの取材が実を結ぶことを陰ながら応援しているよ。カワラシの中一人でなんか大丈夫かなあの人。帰り事故内で いてほしいな。なんか事故に遭いそうだな。なるほど、少なくとも賢人ルイゾワはホリン中東氏にあそこまで言わしめる人物だったんだな。さてありがたいことに思いがけず新たな取材の道が開けたね。次は賢人ルイゾワが滞在した地グリダニアか。
早速アップカル滝を目指して移動しよう。あの時ね、確かね、俺どっちスペックね、割とあの時は本当ゲームに合わせてなんとかスペック上げようっつって頑張ってた時期だったから、結構ね、そうグラボとかあれだ、マザーボードとか変えてた時期だからな、すごかったもんな、だって、うん、必要なスペックが。アプカルタキは、アプカルタキはあれか、街の中のあの滝で合ってる、あれだよね、あそこの交換品のいるところだよね、あれって歩いていかなきゃいけないんだっけ、挟がってる、そうだね、 アチーブメント交換だよね、そうだね、あ、そっか、音楽の、あ、そっか、あっち帰ったら早いのか、久しぶりだ、久しぶりに滝に行くなって感じだった、まあいいや、スペックがダメでなんとか起動してた、今と変わらん今と変わらんか、うん、出したね、ロードも長かったしね、リテイナーのマネキン部屋に入るのにロードかかって、でマネキンが表示されるのを待って、で、うん、それぞれのバザー見て、それだけで時間がすげえ過ぎてたもんね、うん、あれやばかったな。さあ行った、何時さん、ここがアプカル滝、アプカルはいないけど綺麗な場所だね、ホリン中東氏が打診してくれた人物が来るはずだから少し待つとしようか、いや相当重かったですよ、うん、来た、これ2回目ここにグリダニア来たっていうことは次リムサロミンサだな、ルイゾワ様についてお聞きになりたいというのはあなたですね、なんと英雄殿もご一緒とは、私は霊災当時の総座と総者党窓口担当シーロ・フルクと申します、あれはね、そう Q14 は求めすぎたんだよね、当時でできる最高のやつを目指そうとしてたから、ナナンジヌノンジと申します、この度は取材へのご協力誠にありがとうございます、こちらこそよろしくお願いいたします、しかしホリン殿も粋な場所を指定なさる、ルイゾワ様の話をするのならここはぴったりですからね、霊災前かの賢人はよくここで試作にふけっておられたのです、グリダニアの民は警戒心が少々強いですから、最初のうちは遠巻きに眺めるだけでしたが、昔、あ、ん？みないつの間にか自ら彼と言葉を交わすようになっていました、ルイゾワ様は全然言えない、ルイゾワ様は人々の声に静かに耳を傾け、些細な相談に乗り、病や怪我を癒し、何かと民の力になって信頼を築いていた、助けられる人が目の前にいるときに我が身を案じて助けぬというのは、何これ、何だっけ、何だっけ、怠惰じゃなくて惰性じゃなくて、何て読むの、忘れちゃった怠惰でいいのか、怠惰というもの、そのように語り実践されるルイゾワ様の姿を見て、賢人とはこういう、賢者とはこういうものかと思ったのを覚えています、さてメテオ計画の名が各国で知られ始めた頃、国盛りではハムレット、
クオリミルがバンシンガルーダに襲撃され、兵や民におびただしい犠牲が出る事件が起きたのです。疲れてるね疲れてるね。かの蛮神を討つべく、親友隊や、親友隊ってなんだっけ、あれ親友隊ってこれわかんないかも。少女党の出勤は、出勤じゃねえな出動はもっともダメかもしれないけど、ルイゾア様を通じて不滅隊や国家団にも援護要請が出され、出勤者会社に行く人みたいな、各国から腕利きの冒険者が集いました。その際ルイゾア様は冒険者が得た乱心の羽を利用し、秘術を持ってその根城へ直通する門を開いたようですね。かくして冒険者の手によりガルダは討伐されたのです。なるほどね。しかし後に蛮神討伐時に放出されたエーテルが大地に還元されず、ダラガブに奪われていたことが判明。さらに帝国の新拠点がモーズナに建造されるに至り、事態を重く見たカヌエ様は一つの策を提案なされます。エロゼア都市軍事同盟の実行化、つまり同盟軍の結成です。ただ当初他国の反応は思わしくありませんでした。カヌエ様が提示した各国への負担が重かったことに加え、自国の優位性を確保したいという思惑も働いていたのでしょう。なるほどね。もう出た。そんな折ダラガブ落下を司る行進雷波塔が、電波塔じゃなくてね、なんと帝国の新拠点に設置されているとの情報がもたらされます。これを受けて各国の司令部は沸き立ちました。何せダラガブを制御する行進雷波塔を壊してしまえばメテオ計画を阻止できるのですからね。後手に回っていた我々がついに逆転の攻勢をかけられる、そんな希望が決め手となり同盟軍が結成されるに至ったのです。これは救世使命の念願でもありました。またこれに合わせてルイゾア様が軍師として同盟軍に招かれることも決定。以後あの方は各国首脳の正式な助言役となったわけですね。最初のうちは怪しまれていた賢人ルイゾアが蛮神問題への対応やダラガブ絡みの調査で信頼を得ていった。そして彼が求めていた国を超えた協力体制が築かれたと。そうですね、救世使命の活動があったからこそ我々はまとまりを欠いたまま滅ぶ事態を回避できた。そうした意味においてもルイゾア様は恩人と言えるでしょう。さてこの後は行進電波塔破壊作戦を経ていかにしてカルテノーに至ったかのお話となるのですが、それを話すには私よりも適した方がおられます。やっぱりね、何せ作戦時に最前線をかけた歴戦の勇士ですから。気さくな方ですし、きっと面白がって話してくれるはず。よろしければご連絡しておきますが、いかがでしょう。メルヒブ提督じゃねえのか。はい、ぜひ。重ね重ねありがとうございます。ではお手数ですが、ニムサロミンサの国家団軍令部をお尋ねください。やっぱりそうだろう、やっぱりそうだろう。良き伝記となること私も祈っておりますよ。絶対提督じゃんこれ。ただあそこいたし。みんな取材に好意的で本当にありがたい。これも賢人ルイゾアの人徳なのかな。あるいは君がいてくれるおかげかもしれないね。いずれにせよ今回の話でルイゾアという人の姿勢というか人柄みたいなものにも触れられた気がするよ。それじゃあ早速次の目的地
リムサロミンサの国家団軍令部へ向かおうか。うえ、もうこんな時間か。とはいえ、まあこれは最後までやりますけども、じゃあ、リムサロミンサですね。軍令部ん手前手前、ああ入る前のここでよかったのか。ああいた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 、軍令部まで行ってしまった。何さ、取材の準備は完璧さ。軍令部はすぐそこだから、そろそろ行こうか。ごめん、行ってた先に先に行っちまった、すまんかった。あ、ル・アッシャさん、やあ NGC、 それにナナンジさんだね、会えて嬉しいよ。電信ん違う、更新電波塔、じゃあライア塔破壊作戦について、当事者の話を聞きたいんだって。お忙しいところすみません。賢人類沢の伝記を書くにあたって、いろいろな方に第七霊祭の経緯についてお尋ねしているんです。シーロフルク中華氏にも頼まれたからね。その話、不詳ながらこのルアシャが預かるよ。受けたまわるよ。グランドカンパニーで買わんだ。なるほどね。てってるてーてててててて。さて、モードナに帝国の拠点が築かれた後からだよね。実はエオルゼア都市軍事同盟が実効化して間もなく、調査隊からついにライハ島が起動したって報告が入ったんだ。拠点名はカストルム・ノブム。ノブム？カストルム・ノブム？霊災後に第、これ14軍団だっけ、14軍団が回収し、今じゃカストルムセントリーって呼ばれてる場所。ああ、なるほどね。当時は帝国の守備が厳重でね、電波塔破壊のために私たち三国は共同戦線を張ることを選んだってわけ。初の本格的な正面決戦だから、各国気合十分って感じだったよ。軍師となったルイゾワ様が提案した作戦は至ってシンプル。私たち同盟軍の主力が拠点の防衛戦力を引きつけ、その間に精鋭冒険者が突入するっていうものだった。なるほどね。おい、言ってるね。つまり私たちは万神を退けた冒険者たちにエオルゼアの命運を託したんだ。陽動として最前線にいた私たちは各国互いに、鼓舞し合いながら戦い続けた。冒険者が踏ん張ってるんだ、私らだってってね。俺だって。そんな時伝令がかけてきて、大声で叫んだんだ。更新ライハ島を破壊成功、我ら勝利せり。今思い出しても心が震えるよ。風国夫婦かみたいなのがいたね。確かにね。私らエオルザー人も力を合わせれば、強大な帝国軍にも対抗できる。それを内外に証明したのをしたことの意味がわかるかい。マーチオブアルコンズの連携はあの戦いがあってこそ。同盟軍の初勝利はまさに未来にまでつながる希望になったんだ。けれど喜ばしい話だけじゃなかった。確かに更新でライハ島は破壊したけれど、その場に現れたネイルが我が身をもって、計画を成就させるって言い残したらしいんだ。なるほど、そういうことか。ネイルがいる限り、ダラガブ落下の危機は消えない。
エオルゼアに生きる者すべての敵として各国は捜索を急いだ。そしてついにクルザスにて発見に至り、討伐に向けて最精鋭の人員が派遣された。その中核を担ったのは誰か。そう、光の戦士と呼ばれる冒険者さ。残念ながらその激闘の記憶は残されていないけれど、確かなのはネイルがこれ倒されたっていうでいいのかな、殺されたじゃないよね、多分倒されたって合ってるよね、なんだろう、召されたじゃないでしょこれちょっと分かんないな、倒されたかな、倒されたで合ってる、やっぱり。ああそういうことか、倒されたという事実のみ。ただ知っての通り万事解決とはならなかった。リゾワ様たちが調査を続けた結果、ダルガブは依然として落下し続けていることが判明したんだ。そんな状況で救世使命から諸国に要請があった。ダルガブ落下を防ぐ最後の秘儀を遂行するため、第七軍団が集結するカルテノー平原を確保されたしってね、うん、俺は9番は本当になんだレベルいくさっけな、30ぐらいましかやってないからその辺は全然わかんないですね。神おろしによってエオルゼア十二神の力を権限させ、ダラガブを天へと押し戻すという前代未聞の策。そのために落下地点を押さえておく必要があったんだ。かくしてカルテノー平原の戦いが幕を開けた。その後の顛末は君たちも知っていた、いるだろう。落下するダラガブから突如黒き竜バハムートが現れ、エオルゼア全土を焼き払った。誰も予想していない形で震災、霊災が起きたわけですね。うん、そう、ルイゾワ様は秘儀を発動させたものの、その後彼やバハムートが最終的にどうなったのか、なぜ大地が再生したか、誰も覚えていないんだ。霊災の後遺症による記憶の混乱ですか。ちなみにカルテノ平原での戦いの折、彼の近くで言葉を交わした人はいなかったのでしょうか。ルイゾワ様は秘儀を行うため一帯を見渡せる丘の上にいたからね。少なくとも最前線にいた私は状況を把握していない。だから分からないとしか言えない。力になれずごめんね。いえ、貴重なお話を聞かせていただきありがとうございます。カルテノーに至るまでの経緯がよく分かりました。それならよかった。じゃあ私は職務に戻るから、電気ができたら読ませてくれると嬉しいよ。ありがとうございました。提督ではなかったですね。あ、一応終わりだ、ここは。うん、第7霊災に至るまでの経緯はおおむね分かったけど、ごめん、考え込んじゃって。取材に付き合ってくれてありがとう。君の存在があったおかげで当時の情報をいろいろ聞くことができたよ。けれどどうしても欲しい情報がまだあるんだ。君さえよければもうちょっとだけ取材を続けたいんだけど、もし大丈夫ならまた僕に声をかけてくれないか。おい、希望が届けた未来。ここでこのクエで終わりっぽいですね。何これ飾りのやつか。取材に付き合ってくれるんだね、ありがとう。それじゃあ溺れた海豚邸で軽く打ち合わせをしようか。ああこれ勝手に言ってくれるんですね。バデロンさん、おかげで取材の成果は上々だ。文献にも載ってないような貴重な話が聞けてよかった。あ、ところで君は彼らの話を聞いて賢人ルイゾワのことをどう思った。優れた指導者だと感じた。大変そうだった。宝石の大半は
冒険者のものでは？ひどいな。いやもうそれも冒険者も頑張ったけどさ、そんなことは言えんわな。うん、だいぶ冒険者頑張ったと思いますよ。これだから、だからね、レガシー先輩たちの意思だよね、ここは。あの、気持ちの部分だよね。俺たちレガシーたちは、Q14 で超頑張ったんだよと。うん。ルイゾアはストーリー的には頑張ったかもしれんが、俺たちはすごい大変だったんだという、あれですよね、多分ね。俺はレガシー先輩では一応あるんだけど、正直ここ関わってないので、しかも俺は家事ばっかやってたから、うん。大変そうだったってひどいな、なんかな。まあ、優れた指導者かな。あ、間違えた。びっくりした。ボタン間違えちゃった。そうだね。素晴らしい指導力だ。深い知識と柔軟な発想で策を練ったことに加え、それを実行する体制を作り上げたんだから。僕が特に感銘を受けたのは、証言者たちが皆一様に各国協力の道筋を示したことを感謝していた点さ。その姿勢こそが未来を紡いだってね。でも同時にそれを知ったからこそ新たな疑問が浮かんだんだ。事態に対応する体制を作り軍師として策を練ったのなら、本来は違法の人であるルイゾアは十分この地に貢献したはず。なのにどうして彼は最前線で命を閉じ、命をかけるってなんだ都市で合ってる。やべえ、多分合ってるよね。閉じ続けたんだろうで合ってるよね。もちろん、秘技を成就させられるのが彼だけだとか責任感とかそういう理由があるのはわかるよ。わかるけど、助けられる人が目の前にいるときに我が身を案じて助けぬというのは怠惰というもの。とは言っても自分が命を落としちゃ仕方ないじゃないか。だから僕はせめてルイゾワがどんな思いでカルテノに挑んだのかを知りたい。伝記を書くならそれは欠かせないことのような気がするんだよ。それでもしカルテノで賢人ルイゾワの近くに誰かがいたら最後に何か言葉を交わしたかもしれないと思ったんだけど、今からそんな人を探すのは難しいよな。あ、パデロンさんがなんか聞き身を立てていた。バデロンさんってさ、ちょっとさ杉田智和さんに似てる気がするんだけどな。俺だけかな。俺だけかな。わかる人はいない？わかんないか。なんかちょっと杉田さんに似てる気がする。そう、目元、そう。そうなんですよ。でもね、杉田智和さんも、あの、真似できないですね。よう、お前さんたちの話が聞こえてきたんだが、カルテノでルイゾワを護衛した兵なら知ってるぞ。うえぇ、ルイゾワの護衛兵？そんな人がいたんですか？ああ、ヤッコさんも別に秘密にしてはいなかったはずだ。ただまあ念のため情報を何に使うかは教えてもらいたい。はい。これこういうことで本をですね、伝記をですね、今執筆してましてですね。ほう、ルイゾワさんの伝記ね。それは面白い。そういうことならあいつはむしろ協力を申し出るかもしれんな。護衛を務めた男の名はオルン・グインカム中高士、元国家団のミッドランダー。零歳後に冒険者になった変わり者さ、変わり種さ。より民衆に近いしい立場からの人助けになりたかったそうだ。元国家団将校の冒険者、ぜひ話を聞いてみたい。その人は今どこに？お前さんたち本当についてるな。オルンはちょうどつい先日ここに寄ったんだ。これからモラビー造船所へ
ゾウ先生へ行くかと話してたっけな、かな。貴重な情報ありがとうございます。 NGC ここのチャンスは見逃せない。早速モラビーゾウ先生へ向かってみましょう。モラビーにいるんだよ。モラビー腹減った。全然短くねえじゃねえか。なんか割と早く終わるよって言ってたから。これだからあれだな、逆の時間だったら無理だったな。いや、これ今日19時から14にしようかって話を昨日若干してたんだけど、そう、でもまあ最初にこう設定したし、つって、まあ2時間あれば終わるでしょ、みたいな話だったんだけどさ。あれ、まゆこ時間がかかるってまゆこ言ってたっけ？あれ、俺なんか意外に早く終わるみたいなことを聞いた気がした。さて、オルンさんは、それらしい人は見渡らないな。だけど簡単に諦めるわけにもいかないぞ。手分けしてオルンさんを見かけた人がいないか聞き込みしてみよう。何か分かったらまたこの辺りで合流しようか。ん？どこにおんねん。ああ、ちょっと。てよろずやの天板。天板。ごめんなさいね。よろずやの仕事を手伝いを始めたのは最近だから、あんまりお客さんの名前とか知らないのよ。でも、オルンさんって人かどうかわからないけど、冒険者らしい男性ならついさっきも見たわ。お試しで仕入れた二面屋リリーのお話を買ってくれたの。なるほど。こっち？の上にいる？こっち？こっちにおる？あ、いた。2箱目のうわー、ルガディン来ちゃった。今日ルガディンいなくてラッキーと思ったのに。来たか。ちょっと待ってな。喉を。オルンさんならよ、少し前に会ったぜ。久しぶりに見かけたから挨拶してみたんだけどよ、そしたら花売ってる店はないかって聞かれたんだ。だからよ、よろずやを召喚したんだけどよ、今どこにいるかまではわかんねえんだ。すまねえな。ああ、なるほどね。要するにわからんということですね。で、こっち？あ、いた。木工さん、船大工さん。うん。オルングインカム、すまんがそんな名の知人はいないよ。知人以外で見かけたのは、二名屋の秘跡近くですれ違った男くらいだな。花を持っていたから印象に残ってるんだ。ほう。七んじと話すのね。七んじどこ行った？こっちか。七んじどこだ？ん？こっち側にいる？あ、そこか。今日ね、まだルがね、初めてだったんですよ。あ、NGC、どうだった？ちょっと見かけた人がいました。君が聞いてきた情報を統合すると、オルンさんらしき男性は、二名屋リリーを買ったようだね。そして、二名屋の秘跡の方へ向かったと。よし、僕らも行ってみよう。今すぐ向かえば会えるかもしれない。やつ、間違えた。そうじゃない。設定。ここにな。フェニックス。ここか。
違う。量子クエの指定地点がこんなとこにあんだけど俺。俺ね、量子クエね、途中でね、止めてんの知ってたんだけど、量子クエね、途中で一回めんどくさくなってやめちゃったんだよな。これそれですね。なんかレベルいくつか忘れたんだけど、ちょそこめんどくせえなと思ってね、後でいいやつってずっとだよ。うん、そうだいぶ、え、でもね、だいぶ前まで行ってない。どこだっけな、忘れちゃったな。うん。どの辺だっけな。56とかじゃなかったっけな。うん。あ、孤独な漁師？あ、ほんとだ。出てる。あ、話しかけちゃった。花を買ったのがついさっきなら、この辺りにいる可能性もあるはずだけど。これだ。あ、いやでも6、あ、70ではあったわ。70ではあったわ。うん。いや、あのね、俺、クラフターとギャザラーって、基本的に、ストーリーの縛りがあるから、先に、そこのレベルカンストまで行くわけよ。うん。あれ、これじゃない？これ確かに工芸館だな。これ工芸館だから違うわ。多分違うクエストだな。これか、ガンゴッシュ、どうなんでしょう。あ、これか、あ、68だ。これだろ。68だわ。うん。ドマチョンニッチもね、このまま放置してるんですよ。あのね、経験値がもったいねえって思って、次のパッチが入って、レベルキャップが上がったら、やろっぺとか思ってて、なんか積み重なってんですよ。だギャザクラ系終わってないの意外にあったりするっていうね。うん。いや、ビビたるもんなんだけど、でも、レベルカンストしてる状態でなんか経験値もらっちゃうのがもったいねえなって思って、で、覚えてれば、多少でもさ、あれになるじゃんって思ってさ、うん。で、結局やんな、今まあ、こんなレベルになってしまいました。まあそう、結局ね、グラカン納品でね、上がるんだけどね。なんかマークついてんな。これ何のマークだ？俺初めてじゃない？これ見たの。てか、このテラテラした岩初めて見たんだけど。すげえ存在感のある岩だな。おーい、出てきた。うん。あ、失礼。オルングインカム中高士でしょうか。サンクレットさんじゃないよね。サンクレットさんではない。うん。すでに国家団は退役しているが、確かに私がおるんだ。それで君たちはちょっとサンクレットさんに似てるね。うん、ん？なんであーってなった今。唐突にすみません、実は。そう、サンクレットさんに似てるから今そう見たのかなとは思ったんだけど。なるほど。ルイゾー様の伝記を書くためカルテノーで近くにいた私に戦場での様子を聞きたいと。すげえ見るね。これも何かの因果であろうな。光の戦士のごとしと言われ、マーチオブアルコンズ作戦でも活躍した英雄殿にならば喜んでお伝えしましょうぞ。さて、何から話したものか。サンクレットにもみあげデカール、デカールは貼るな。デカールは貼るな。あの戦いは
ダラガブの予想落下地点をめぐって争われた。当初は一進一退が続いたが、帝国側の魔導アーマー投入によりエオルゼア同盟軍の戦乱が乱されてね。ダラガブを押し返すべく術式の展開を急ぐルイゾワ様と護衛たる我々は混乱する前線を見ていることしかできなかった。冒険者部隊の活躍で全滅は逃れたものの、被害は甚大だが、本当の惨劇はその後だった。巨大な破片を落としながらダラガブが地上に迫り、そして黒き竜の蛮神バハムートが現れたのだ。誰もが戦いを忘れて立ちすくむ中、奴は上空を飛翔し大地に爆炎を撒き散らした。人が虫のように吹き飛び燃えていく様に私はおののいたようだっけ。しかし震え上がっていたところに鋭い声が響いた。死にとらわれるな、もはや護衛は不要、逃げよとね。言うまでもなくルイゾワ様の声だ。私は踏みとどまろうとした。だってそうだろう、戦場で仲間と共に戦えなかった私にとってあの方の護衛こそが命に代えても果たすべき使命なのだから。笑ってるぜルイゾワ、スマイル、スマイルではないか。しかしルイゾワ様は静かに笑ってこう言ったのだ。やっぱスマイルだった。命を懸けると言うならわしの志を守ってはくれんかとな。人そのものが、なんだ、火でありなのかな、となんだろう、灯火なのかわかんないけど、人が己の意志で切り開く未来こそ希望。わしは一つでも多くの希望を残したい。故にどうか諦めず生きるためにこそあがいてほしい。その言葉を聞いて私は仲間と共に撤退を開始したよ。この矮小な命をつなげることをあの方が希望と言ってくれるのなら、恥だろうと何だろうと絶対に生き延びてやると、そう思ったのだ。だがそうこうするうちに背後で爆発が起こり、私たちは岩場に吹き飛ばされた。どうにか起き上がった私が見たのは、ルイゾワ様がおられた丘に迫る黒き竜の影。その後何らかの魔法が発動し、あの方は光に飲まれていった。それが賢人ルイゾワの最後。光の中ルイゾワ様は微笑んでいたようにも見えた。その意味は、私のような凡夫には計り知れないが、我々が生き延びられたのはあの方のおかげだと確信している。賢人ルイゾワが神おろしの秘術でバハムートを退け再生の奇跡を起こしたという説が震災後に発表されましたが、あなたもそれが事実と信じておられるのですね。人そのものが灯火なのかな、火なのかな、自らの意志で切り開く未来こそが希望か。NGC、僕は改めて実感したよ。ルイゾワは物語の大賢者のような万能の救世主じゃなく、ただの一人の人間だったんだって。けれどその人は決してエオルゼアを見捨てなかった。彼や多くの人たちが懸命に霊災に抗い続けなければこの地は本当に焦土となっていただろう。彼らはあらゆる悪意に抗って道を切り開いたんだ。だからこそその先の未来で僕は
賢人ルイゾワの物語を知ることができた。なら僕にできるのはその物語を伝えることだと思う。命を守ること、生きて未来を紡ぐことこそが希望なのだとね。オルンさん、本当にありがとうございました。あなたの証言のおかげで伝記の真となるものがつかめたように思います。よければ君たちも運命の女神ニミエヤに祈っていかないか。ルイゾワ様が残した希望がさらなる未来へとつながるようにね。礼祭後、エオルゼアのそこかしこに深い傷跡が残り、復興には多くの人々、人手が必要となった。ソージャ島に救出された私は、せめてルイゾワ様の志を継ぐべく、軍務に縛られず、シーの人を助けられるよう冒険者となったのだ。君の噂は聞いている。今回のこと、伝えられてよかったよ。姿勢か。オルンさん、お話を聞かせていただき本当にありがとうございました。いや、私こそルイゾワ様の言葉を伝えられてよかった。人の死にまつわることゆえ好んで語っては来なかったが、確かに私だけの記憶として墓に持っていくことには持っていくには忍びない。あの方の思いが伝記として広く知られるのなら何よりだ。さて、私は秘跡巡礼の途中へ、ここで失礼させてもらう。世界の片隅から君たちの旅の無事を願っているよ。世界の車窓からって言いそうになってしまった。旅の無事を願うニメイヤリリーの花言葉だっけ。未来への道を紡いだルイズはもう同じ気持ちで誰かを思ったりしたのかな。とにかく今回の取材は大収穫の大成功だ。僕らもウルダハンに戻ろう。報酬を用意して不滅隊作戦本部前で待っているよ。なるほどね。この10年目にしてルイゾワの過去をここで、まあ、語るというクエストなわけですね。いやあ、NGC おかえり。長々と付き合わせちゃったけど、おかげでとても充実した取材ができた。当時を知る人たちの生の声が聞けたのは実に幸運だったね。まだまだ知りたいことは多いけれど、伝記の核となる要素は抑えられたと思ってるよ。それにこれまで感じていた救済への違和感も少しだけ拭えた気がする。ルイゾワも冒険者もグランドカンパニーの人たちもただ未来に希望を紡ぐため戦った。みんな必死で、だからこそ今があると実感できたからかもね。それで最後に君の意見を聞きたいんだ。オルンさんが証言してくれたルイゾワの最後の表情、あの時彼は何を考え何を思っていたんだろう。君はどう思う？
未来に生きる人の姿、それを語るのは野暮だ、なんということでしょう。なんだよそれ、おいおい、なんでしょうね。まあいろいろではありますけどって感じだよね。まあでも野暮だかな。なるほど、確かにそうかもしれないね。その言葉を忘れずに筆を取らせてもらうよ。じゃあ少し名残惜しいけれど、これでお別れだ。僕は必ずルイゾワの伝記を、これは分かんねえな、俺初めて見たな。上昇、これ上司って読んだ。もう上司なんだ、初めて見たな。これどういう意味、上司って。電気を上司してみせるよ。なんか執筆だから、そう、書き上げるみたいな。あ、完成とか出版するか。あ、出版するって意味なのね、電気だからか。あ、俺はこれは初めて見ましたね。そっかそっか、出版業にはいないからちょっと分かんなかったな。うん、なるほどね。取材を見守ってくれて本当にありがとう。ああ、これだ、私もググった。やっぱりちょっとそっちの業界の人だったら分かるかもしれないけどね。うん、ゴッドベルとかいるけど、ゴッドベルトじゃなかった背中だけ見たらそうなのかなと一瞬思ったんだけど、違った終わった終わったわ。いやー、なるほどね。10年目にしてこれを語る、あえてっていう感じなのね、ルイズはスマイルをね。いやー、なるほど、ちょうど12時だわ、ちょうど終わりだわって感じで、わかんねえ、2時間ぐらいで終わるかなと思ってたんだけど、全然終わんなかったですね。ずっといたのに、なんか気にはなってたんだけど、うん、古く版木にあずさの木を用いたところから文字などを版木に刻むこと、また書物を出版すること。へえ、そうなんだ。あ、レガシーパイセンだと最後の選択肢は1つ増えてんだ。俺このキャラだと、このキャラはレガシー先輩キャラじゃないんですよね。うん、だからね、その選択肢増えてないですね。もう一つの、まあ、使ってないキャラだけど、レガシー先輩のキャラがいるんだけど、うん、それの方だったらいけたのか。なるほどね、レガシーパイセンはな。いやー、なるほど、オッケー。さあ、ということで、なんだかんだ言って3時間の放送になりましたけども、ありがとうございました。まあ、神聖祭、そしてルイゾワの過去というね、この、電気にするというクエストをやりましたけども、なんかお話って意味ではね、本当にね、まだ、なんか語られてないのもそうだけど、俺がまだ見てないお話もいっぱいあるからさ、ちょっとサンバの疲れと、まあ、昨日の疲れもありますけど、ちょっと、今日は文字の判別能力が低かったの申し訳ない量子クエが終わってねえからな。そう、量子クエ終わってねえんだよ。そうなんだよな。うんはい、ありがとうございました。次の14の放送も含めてちょっと、まあ今後のあれで、ちょっと9月は多分あれわかんないけど、10月に何かしらやれたらなっていう、10月からというか、うん、と思ってはおります。はい、ありがとうございました。まあ昨日とかのその、あとはスターフィールドのやつとかを見てもらって分かると思うんですけど、とにかく時間がかかるゲームばかりなので、いろいろ大変です。天国編完結してないんですよ。そう、別に霊式とか行くつもりないけどさ、天国編を完結してないですね。そうなんですよ。で14の中でこれやりたいっていうクエストはまだ、難易度高くないやつだけどっていうので、いっぱいあるんだよね。
まあそれ言ったらメインストーリー 6.1 がまずそもそもあるんだけど、メインストーリーはねもうちょっと待つかな、逆にな。メインストーリーはね、そう、燃え尽き症候群だからね。うん、そうそう、うん、そうなんですよ。あの綺麗に終わった、そうあれがね、うん、まあ 7.0 はまだほら来年だから大丈夫、さすがにねって言ってたら速攻で来るんだろうけどね1年ぐらいはあるから。そう、 6.0 が良すぎたからさ、序盤にも言ってますけど、やっぱ良すぎたっていうのがあって、そうそう、だから 6.1 のストーリーにこうなんか入るのがちょっとこう躊躇される感じが、うん、そうそうゲンは行かないですね。うん。ゲンはもう行かないかな。うん。そうですね。はい。さてさて。ということで今日の放送終わりです。サンバでアミーゴから見ていただいた方たちもいっぱいいらっしゃると思うんですけども、ありがとうございました。14は14でね、まだまだ続くと思いますんで、で、これからいろんなことが、イベント的にもね、あれですね、NGC 的なこと言うんだったら、まああれだよね、吉田さんを小田原に呼ぶのかっていう話だよね呼ぶことがあるのかっていう話なんですけどね。ちょっと分かんないですけど、うん、呼ぶことがあればその時は告知いたしますけども、吉田さんがまた忙しいからね、本当にね、まあ温泉行くついでに来てみたいな、うん、感じですね。はい、うん、あ、メッセージはね、あの送ってありますけど、あのほら、なんかなんて説明すればいいんだろうな、あの送るは送ってます。はい、うん、なんかこちらからなんかこれなんか返信がどうこうみたいな話っていうのはあれだからさ、うん、ちょっと何かしらリアクションあれば、うん、そうそう、うん、一応そう、あくまでね皆さんの声という形で渡してるので、うん、はい、うん、ですです。はい、それで、まあ、14に関してはそんな感じですね。一旦ちょっと9月は9月でちょっといろいろ予定が詰まっちゃって、気づいたらもう TGS がもうあと2週間だし、本当かよ今週でしょ、で来週日曜日が、あ、一応2週間になるのか、2週間、あ、じゃあ14日で4日だから、あ、でもそのぐらいか、あ、そうか、そうか、まあ、いろいろだちょっとあのいろいろ分かんない、今年 TGS 俺行くのかどうかも分かんないですけどね。うん、皆さん行く人いるの？まあ俺は行くとしたらビジネスデーになっちゃうから会うことは多分できないと思うんですけど、うん、行く人はなんかね、今年のも TGS 行きますっていう人、視聴者の中でどのぐらいいんのかなっていうのがちょっと気にはなってましたけどね。違うんですよ、今年ね、2023年が対策ラッシュすぎて、2024年って何のゲーム出るのっていう状態なんですよ今俺の中でね。うん、だから TGS に行って何を見るんだろうっていうのがちょっとね今ねなんか目玉タイトルって何かなってなった時に、そう、あのドラゴンズドグマ2が一応カプコンさんあれだけど、うん、そうそうそう、一気に今年にバーって出ちゃったもんだからさ、あれだ、あれどれだみたいな。でバルダーズゲート3も2023年って言ってるから、そう、ドグマ2は楽しみだけど、そう、久しぶりの、そう、なぎの年な気もする、2024年。うん。だ、そう、新作発表が TGS でどのぐらい、こう、なんか、すげえキラータイトルが、まあ、出てくるかなって。うん。14のその 7.0 に関しては、もう確定でもう出るのは分かってることだからさ。うん。あ、7R とかあるか。リメイクのね。うん。あ、モンハン20周年なのか。うん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 。そうかそうかそうか。なんかなかなか何が出るかなっていうのが、すごい今、逆にどういうふうに TGS に向けていろいろ発表されていくと思うから、うん。
そう、楽しみではあるんだけど、今んとこはだからね、目玉タイトルがない状態なので、まあ、TGS どうしようかなみたいな感じではあったんですけどね。そうそうそう、はい、うん、まあもし現地行く方は、まあ、あの幕張メッセ、まあ、今年はね、秋もやっぱ暑いって言ってるので、あの本当気をつけてください。ジョバンニちょっと体調悪くしちゃったからねあの昨日のあれで、うん、そうそう、うん、なのでまあまあ、はい、そんな感じでございますまあ9月いろいろ、まあ多分、まあ、ゲストで誰か来るっていうのが入ってくるはずなので、そこも告知できるようになったら告知いたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、以上でございます。はい、エンディング中もし行ったら江戸さんの前に来ていただければ FC 入ることはできるので、まあいたらですけども、はい、うん、江戸さんの前に来てください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今週の放送はこれで終わりだよね。一応番組を出しましょうか。はい、来週の告知になりますね。はい、こちらでございます。今日が日曜日、3日の日曜日でしたね。もうなんかあのさ、日付のさ進行が早すぎてさ、今が9月何日なのか俺本当に分かんなくなったわ一瞬。9月3日でしたね。で4日になりました。はい、月曜日です。皆さんお仕事頑張ってください。月火はお休みです。寝ます。温泉行くかもしれません。はい、で水曜日ゴッドオブラグナロク、もしかしたらエンディング、もしかしたらエンディングだけど多分無理だと思うんで、13日がエンディングじゃないかなと思ってます。はい、そして木曜日ファイナルファンタジー16、この間の続きでございますね。うん、新しいとこ行く感じかな。うん、で、その下に書いてあるですね、北斗フィットと、サンバデアミーゴが、サンバデアミーゴ入ってんだよな。うん、木曜日サンバデアミーゴやるのは果たして問題ないのかっていうのはちょっと不安になってきたちょっと不安になってきた。うん、まあ何だろう、今日やったほどはやんないから、サンバデアミーゴ今日9曲やったんでしたって。9曲やったり しないから、うん、まあちょっと金曜日にするかな。それもありだな。北斗フィットと連続でやると地獄を見る。うん、はい、です。ちょっと体壊さないように頑張ります。で、金曜日はアーマードコア6、チャプター3が終わってなかったんで、この間の土曜日に、チャプター3今度こそクリアしたいと思っております。はい、で、スターフィールド、自ら牢獄に入りましたところで終わっております。新しい星に行ってね、牢獄に、で、牢獄に入る前に、その辺のものを盗み、警備兵に連れて行かれて牢獄に入ったところです。はい、なので、果たして、スーパーミュータント化した江戸さんは牢獄から脱出できるのか、乞うご期待でございます。はい、そしてなんと日曜日、シンクド勢お待たせいたしました。シンクド勢 NGC シンクド勢に送る、こちらシンクドついに、8日金曜日に発売となります。はい、結構長かったですね、あのベータから、オープンベータから結構長かったんですけど、うん、でも夏の間じゃなくてよかったなと思う。まあ、9月は9月でいっぱいタイトル出てんだけどさ。はい、シンクド一緒にやれる方は一緒にやりましょう。また最初からになるとは思うので、あだよね、確かレベルとかは確か最初からになって、なんだっけ、名前忘れてた、なんか進めるやつあったじゃん、あれはなんか得点があるみたいなこと言ってたよね。うん、そうそう、それまでに AC6 を終わらせていただいて、俺は終わんないけどね、来週じゃ終わんないから。うん、はい、という感じです。まあ、でその後の予定に関しては、江戸さんが9月15日発売じゃねえもうダメかもしれない今日。江戸さんが今日じゃねえ、15日に、誕生日なので疲れてんな、もう。江戸さん15日誕生日です。なので、ちょっと特別放送として、江戸さんの、スチーム積みゲー1時間ずつやるよ放送をやろうかなと思ってます。なんとなく。で、チア待ってますっつって、誕生日でチアくださいっていうやつ、いつもあんまやんないやつですね。YouTube も含めて。はい。
ちょっと税金を払うためにお願いしますって感じです。バックパックツインズはだってあれだもん、積みゲーじゃないもん、あれはあれ封印ゲーだから、うん、そう、まだプレイしてないやつをちょっとやっていきます。はい、ギャルガン2はやるんだったらのみずさんとか呼んでのみさんにやらすわ。うん。そうそう、そんな感じなので、よろしくお願いしますという感じです。まあ、で16日17日も何か入れるとは思うんですけれども、ちょっとまあスターフィールドとかアーマフィードコアだと思いますので、その辺もよろしくお願いいたします。はい、以上です。うん、今日もありがとうございました。ちょっと今週過酷なあれでしたけども、はい、皆さんいろんなゲームが非常に楽しいので、楽しいゲームライフを送ってください。よろしくね。それではまた次の放送でお会いいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。まったねー。かつて存在した伝説の古代都市秋葉原、そこは慈悲深き女王オタクミアヌスが治めておりました。誰やねんそいつ。
巨大なビルとなり、女王は守られたのであった。これが後の電波ビルである。かつて宇宙を旅して数々の冒険を繰り広げてきた電波組インク。さまざまな出会いと別れを繰り返し、2023年、電波組のメンバーたちは再び宇宙船に乗り宇宙を旅していた。長い旅路の途中で地球から遠く遠く離れたある銀河の片隅の惑星に立ち寄った電波組は、そこで衝撃的な光景を目にする。なんとその惑星には人間そっくりの知的生命体が暮らしており、しかもその文明は2000年代初頭の日本とそっくりだったのである。驚きと不思議な懐かしさに浸っていた電波組だったが、この文明は何かがおかしい。ここには2000年代初頭の日本のほとんど全てが再現されているが、なんと萌えとエモだけが失われていたのである。失われた萌えとエモを取り戻すため、電波組が立ち上がるのであった。